ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに、今日本放送はハッピーチューニング、ラジオへようこそ日本放送っていう、キャッチコピーでやってますけれどもね、スペシャルウィークが再来週にあるんですけども、おお、そうなんですか、そのスペシャルウィーク4月20日から26日のね、ポスターって言っていうのはなんつうの、これホームページの写真だ。なるほど、宣伝用のというかスペシャルウィークの。ちょっとね、リトルトゥースはちょっと見てください皆さん、日本放送のスペシャルウィーク、ホームページのやつ、オードリー、これパーソナリティとかゲストがいろいろこう顔写真がね、あるんですけど、オードリーが入ってないんですよ。本当だ、代表的ななんか人たちは。これはまずいね。これあ、矢口真理さん入ってる。なんか番組やってんの？ゲスト聞きます？レギュラーで。あ、ゲストで。ああ、矢口ちゃんがゲストで。たけしさんとか、あと鶴瓶師匠とか。鶴瓶師匠やってるよ、ね。金ちゃんとか。たけしさんは、たけしさんはゲスト。ビバリーの。ああ、高田文夫先生が横に。マーコさんもやってる。あ、西川清さん。清師匠もゲスト。シェリーが乗ってんじゃん、シェリーが。シェリーだってシェリーゴーラウンドだっけ？やってる、シェリーゴーラウンドやってるから。シェリーゴーラウンドってだって。シェリーゴーラウンドってどこの、いつの何？10分の番組でしょ？だってシェリーゴー。あ、それは川北ちゃんか。シェリーゴーラウンドいつ？土曜の夕方、あったあったあった。ちょっと待ってよ。15時半から、あ、1時間半やってるよ。ほー。これさ、ヨシキさんさ、こんなことでいいの？これいつまで経っても時代変わらないよこれ。一回噛みついたのか、でもこれで、ヨシキ君は、君は。これダメだよ、顔写真が、ね、オードリーね、三四郎、アルコ&ピース、シギージュニアにしなきゃダメだこれは。誰なんだよ。シギージュニア誰なんだよ。これ時代変わんないよ、いつまで経ってもこんなことじゃ。いや本当だよ。これはまずい。一組も入ってないっていうのはさ、オールナイトからね。これおかしいよ、だってここに三四郎とオードリーと、RP 吉田山田浅井亮加戸知恵青山茂春さん入ってないとおかしいよこれは。青山さんはオールナイト日本メンバーじゃないけどね。いや、もしかしたら俺らのスペシャルウィークに来てくれるかもしれないよ青山さんが。いやいや、なかなか、まあ来てくれたらまあ面白そうだけど。ザ・ボーイズ、そこまで言うから。出せる？まあね、あなたとハッピー。ちょっとこれは問題だね。ヨッピーも乗ってないな。ヨッピーがいいでしょ。写真もちっちゃくなってきてるしな。本当だな。写真もちっちゃいし、乗らなくなってきてるし。頑張んないとな、本当に。もう一回なんかブーム起こしてよ。私が？そうだな、やっぱりそのラジオパークでね、体操やるぐらいやってたな昔な。全然いいんだよ、いつでも。むつみそうファンばっかりやったな、体操踊る女の子たち。蓋開けたら日比谷公園でな。今年は誰が体操やんの？あ、体操はないの？あの年だけだ体操あったの。そうですよ。なるほどね。ああ、そうだ。明日、フジテレビで、トンパチ踊り。出ました、トンパチ踊り。やるんですよ。念願の、冠番組ですよ、第2弾ね、オードリーの。ちょっと待ってね。
笑ってないか、つけ焼きは。うん、すげえ大坪さんが笑ってたんだよな、今あの冠番組をやるんですよって言ったら。え、笑ってないよ大坪さん。笑ってないならいいんだけど。笑ってないか。冠パーソナリティが冠番組のやるの面白く感じちゃったら終わりだよ。そうだな。うん、お前らがっていう視点があるってことだよね。その笑いは。そういうことだよな。お前らがやるのっていう。力入れて、冠番組やってんだよってことになるからね。5分だろっていうね、うん。5分番組だろっていう笑いだよ。トンパチオードリーのパチがあのフジテレビの8番だから、8とかかってますからね。まあ、それもかかってるんですね。いや、俺がそうやって言ったら水口ちゃんが、おお、そういえばそうだねって言ってたけど。気づいてなかった。トンパチとってやっぱ8ちゃんとかけたんでしょっつったら。うん。おお、そうだっつって。あれ、何時だっけ大輔、明日日曜日の。24時50分から1時間。1時間。24時50分から必見ですよ。24時50分。見てくださいね。うん、これはどのぐらいのエリアで放送されるんですか？関東？ 10 曲。10曲15曲。うん、おー。なるほどね、うんうん。その放送されてる地域の人、ぜひともね。あの、見てもらいたいよ。先週行ったでしょ、ホストしかお客さんいないで、うん、漫才やったっつって。ターゲット漫才ね。あんで専門用語いろいろ調べたらいろいろあんのな。ホストの？そうそう。いや、お前ほら、ホストやってたから。そう、元ホストだからね、私。元ホストではないけどね、別に。何日間やったんだっけ？一週間。ああ、ほんと、店には出たの、うん、ちゃんと。店には、もう出ましたよ。もちろん、接客もしたしね。コールもやったし。なんかあんだよね、うん、売りかけ回収とかさ。ああ、なんか言ってたね。あと、細客、太客。知ってる？細客、太客。細いお客さんはお金あんま使わない人。あんまり太客が使う人。うんうんうん、で、そのもっとあれだと、極太客、極細客。うん、で、色カノっていう、なんか恋愛関係に発展しつつ店に来さすみたいなね。うーん、で、その専門用語がどこまで受けるか、うん、あの、専門外だからね。まあ、そうだね。不安なまま上がったりしてて、うん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 、あの小学生女子の方のね、うん、ターゲット漫才はターゲット漫才で、うん、アニメのね、なんだっけ、そうね、なんだったっけ、アイカツ、アイカツ、アイカツ、うん、アイカツ、アイカツの、うん、あのこう主人公の名前とかな、なんだっけな、うん、あと、うん、流行ってるっていう言葉がな、うんうん、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケーね。うん、オッケーオッケーオッケー。なんか、さえぐさきっていうアイカツだよね。アイカツ、アイカツ。女の子が、オッケーオッケーオッケーっていうの。で、それが流行ってるって言うから、うん、で、その、俺も春日もわかんないね。本当に流行ってるかどうかが。うんうん、また聞きぐらいで聞いてきたからさ。うんうんうん、娘がよくオッケーオッケーオッケーって言ってるっていう友達がいて、うん、多分大丈夫みたいな感じで入れていく。うん、あと、アースマジックね。アースマジック。洋服のメーカー。うん、洋服のメーカー、人気のメーカー、うんうん、だからそのアーノルド・パーマーかみたいなのねえのかっつって、それならアースマジックなんじゃないかみたいな。もうわかんない、もう本当によくわかんないで漫才に入れてるから、こっちもなんか不思議な緊張するよね、うん、あれね。そうだね、なんかもう本当ギャンブルだもんね、うん、流行ってるかどうかが、とりあえず投げてみて受け取ってくれるかみたいなね。そう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 、うん、確信がないからさ。で、ものすごい議論分かれたのが、うん、交換日記やるかどうか。うんうん、お前やらない派っつってたよな。うん、やる派っつってた。やる派っつってた。水口ちゃんがさ、うん、いや、俺らの時代でもやってたやつあんまいなくないみたいな、うん。今の子たちアプリとかなんだっていう話だからやんないんじゃない、うん、交換日記っつって、うん。いや、でも交換日記しかないんだよなっていうところ、部分があって。そうだ、まず交換日記っていうのがあるのかどうかっていうところからだもん、ね、今の時代にね。時代的に。で、それでなんか、うん、まあでも交換日記じゃないと困るっつって、うん、LINE のグループとか、じゃあちょっとニュアンス違うわ、みたいな話なんで、うん、無理やり、うん、あの、入れてやったりね、それがどうなったか、ちょっと見てほしいですよね。そうだね。あと、うん、ほら、春日チャレンジ。うん、あ、やりました、今回も。これ言っていいかな？いろいろと。いい、うん、明日オンエアされるの先行っちゃって。いや、それダメでしょ。何や、でも。いくつぐらいやったかな、いくつやったかな、10まで行く ?10 ぐらい、10近くか。か全部はオンエアさ、どれがされるか分かんない。さっき水口ちゃんと、うん、あの、電話しててさ、うんうんうん、どのぐらい編集終わったっつとかさ、うんうん、逐一聞いててさ、うんうんうん、
大変よなんですよ。いや、うん、先ほどようやく終わったっ。ああそう。ああ前日で。そうそう。それで聞いて、うん、これ先行っちゃおうかな。うん、10個ぐらいやったじゃない。さすが結構過酷だった今回。今回もそうだね。前回よりも全体的なレベルはちょっと上がってたんじゃないかな。うんうん、まあ、10個いろいろ春日さん体張って、うん、明日オンエアされるの、うん、2個みたいな少ねえ尺が尺だから、うん、水口ちゃんフジテレビの方にアホなふりして聞いたんだって、うんうん、何を2時間特番なんないですかねしたらこっから、うん、いやならないですよそりゃそうだよ放送する枠も決まってんだからいきなり倍にならないでしょ放送したら、ね、D ちゃんが後ろから、うん、なんとかならないですかねいやならないこのタイミングじゃ無理でしょもう明日だっていうのにまあな2個、うん、2個そうか、うん、でもなんか、ウェブで配信するみたいですよ。残りの8個は。いやいや、ウェブの方が多いじゃないかよ。割合。うん、あ、そう、うん。まあ逆に言うと、どの2個が、オンエア乗るのか楽しみだけどね。うん、自分的にはまあいくつか手応えのあったやつあるからさ。あれとあれかな、みたいな。2個以上ね。あ、うん、何かなっていう楽しみありますよ。うん、言った方がいい今、どれか。いやいや、楽しみがあるって言ってんだからさ。あまあな。もうそんなすぐ奪うんじゃないよ、楽しみを。明日まで撮っときたいね。確かに、確かに。夜中までね。確かにな。うん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 。まあ、しょうがないね。まあ、ぜひ見ていただきたい、明日。これは絶対見てほしいね。そうだね、うん、トンパチ踊り、トンパチ踊りは、うん、見なきゃダメだよ、見た方がいいよ。この間ね、うん、日曜日にね、うん、両国国技館に新日のプロレス一人で見に行ったんだけど、ああそう、もうついに一人で若林さん、うん、もうプロレスファンだね、プロレスファン、うん、もう完全になんか一人前の、もう超楽しみ、家出る前から。まあそう、両国、うん、もう家からもう、あの中村のあのキングオブストロングスタイルって書いてある T シャツ着て家で出てるからね。ああ、もうプロレスファンとしてドア開けて。プロレスファンとしてって言うとね、また僕、うん、去年の6月に初めてプロレス見に行ってから、うん、なのでね、うん、プロレスファンの方はなんか日が浅いよなんて怒られちゃうかもしれませんけれど。いやそんなことないじゃん、プロレスファンでしょもう。プロレスファンの人って怖いよね。まあ中にはね。あれってさ、うん、俺見ててさ、うん、いろんな見方があるじゃん。それこそその人の人生とか人生、うん、なんか感覚というか、うんうんうん。それでこうやって見るみたいなことをこう指定してくる人もいるじゃん。ああ、まあまあそうだね。そういうもんなの。いやでもそれはまあその人によるでしょう。ああそうなんだ。そこはやっぱりさ、どう見てもいいよね。まあいいじゃん、見てきた年数がやっぱ流れみたいなところでね、見る人で、なんかさ、最近好きになったって言ったら、うん、昔から好きな人が急に怒ったりしないだって。まあまあその中にはね、うん、ミーハーだ、超怖いんだもんなんて。今の時期プロサイダーミーハーだみたいなね。ああやっぱそうなんだ。まあ人もまあいるでしょうよ。ああそれはでも何でもそうだけど、外のパイをさ、やっぱり取っていかなきゃいけない時代じゃない、やっぱ細分化されてるから、いろんなもの。まあそうだね。そんな嫌だろ、オードリーのファンでずっと私は M1 の前から好きだった。うん。半年前に部族滞在記を見て春日さんのこと大好きになりました。うん、お前日が浅い。何のオードリーの何がわかんだって言ってたら、嫌だろ。嫌、うん、だね。うん。それはね、うん、うん、それはもう同じファンということで。いやそれでさ、うん、見てたんですよプロレスを、うん、で一人でも大声上げちゃうんだけど、あそう、うん、気づいたらね、なるほど、ね、珍しいだろ俺が、うん、それはちょっと見てみたいよね、うん、花道のところまで一目見たいから選手を、うん、もう体を下に落っこちるんじゃないかってぐらい乗り出して、どの辺の席で見てたのよ、まあ、それにもよるじゃない、いい言って、うん、2階席の一番前で。
いいね、上からこうね。絶対そこが良かったの。前 DDT 両国国技館に見に行った時に、うんうん、ああ、そこが一番よく見えそうだなと思って。ああ、もう目つけてた。そこに座りたいと思って。はあ、なるほどね、うん。じゃあもう席から離れて、うん、花道来る選手とかは見に行ったりしてたってこと？いや、ちょうど花道の上だったから、もうこうやって乗り出して。なるほどね、上からこう乗り出して見てる。そうそうそう。いや、すごかったな、うん、ファレが。ん？ファレ。ファレ？ファレ知らない？すごいでかい。やっぱヒールだから、こう、花道で体触れんじゃん、力士の人もそうだけど、やっぱ触られてもこうやって、こう、跳ねのけてたな。なるほどね。ヒールだからね。ヒールだから、怖かったな。そのやり方が。わかるわ。おーとか言ったりして。リアクションは、もう、するんだ。あのね、いや、しちゃわない？必殺技を覚えてきたから、うんうん、全員の、うんうん。これを決められちゃったらもう、負けだよって思う瞬間があるじゃん。うんうんうん、ピンチの時ね、応援した選手が受ける場合。で、相手の必殺技を派手に決められてて、うん、あー、ダメだーって思ったら、うん、カウント2で返したりすると、う, ん、うーわーって言ってるよね、一人で。あ、そう。ドドドドってやった？足踏みした？それはなかったけど。あ、ないな、うん。うん。それで、俺の後ろの席の人が、うんうん、多分4人ぐらいで来てんだけど、うん、多分ね、3人はプロレスめっちゃ知ってる人なの、うん、昔から。で、1人は超初心者なんだよね、多分。うん。いくつぐらいか分かんないんだけど、多分俺らと同じかちょい下ぐらいだ、うんうんうん。でさ、うん、例えば、うん、コーナーポストのさ、うんうん、あのところにさ、こう、なんていうんだ、こう、こう、座ったままうなだれてるっていうかダメージがあって。うんうんうん。危ない時ね。なんて言えばいい？うん。だからちょっとグロッキーになってるってことですよ。グロッキーに乗せられて。タッグマッチだから、うん、乗せられたままグロッキーになってる。はい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 。で、うん、そしたら、乗せた人は、うん、肘とか入れてた人は、うんうん、他の選手と、一回ちょっと離れたところで 2-1 みたいでごちゃごちゃっとして、うんうん。その間もずーっとグロッキーで。はいはいはい、はい。で、そこにまた戻ってきて、うん、足で頭挟んで、そのまま投げるとか。うん、ああ、コーナーポストの上から。そう、っていう状況があった。危ないね。そういう時に、うん、後ろのやつが、うん、おいおい、うん、なんであれ待ってんじゃん、明らかに、とか。言ってんのよ。その、初めて来た人だろう、ね。多分そうなの。いや、そう、絶対そうでしょ。うん。絶対そうよ。して、最初も、何試合もあるから、最初の方は、横のやつらも、いやいや、そういうことじゃねえんだよとか、いや、そういうこと言うなよ、みたいな感じで言うけど、もうなんかそいつがもう超うざすぎて、うるせえなとか、3試合目とかにもう言われちゃって。で、だってそうじゃん、だってそうじゃん、とか。逃げれる、逃げれるとか言ってんの、ずっと。で、だんだん無視されてきて3人に、まあそれどころじゃないですけど、試合の方を見たいもんね。そう、うん、でも、うん、俺はちょっとわかんのよ、昔そうだったから、うん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 、でもなんかこうニュアンスで言ってんだけど、でもさ、うんうん、俺はね、うん、春日さんにちょっとジャッジしてほしいんだけど、はい、もう一回レーザーラモンさんに来てもらって聞きたいぐらいだけどまあプロレスとだったらね、うん、俺これすごいプロレスファンの人に怒られるかもしれないけど、うん、グロッキーなまま座ってるじゃん、うん、あのね、待ってると思うんだよねおうおうおう、こんなこと言ったら本当怒られてる。でも俺は、うん、だから好きになったのよ、うん、もしそうだとしても、うん、でこれはもう本当に怒られるかもしれないけど、うん、ビギナーとして勇気持って言ってるよ、うん、だから好きなのよ。だから好きとは？だって、うん、その状態でグロッキーで動けなくなってるとして、うんうん、そこに飛んできてあの必殺技がかけられちゃうかもしれない、うん、でも外すかもしれない、うん、かけられちゃうって思った時に、うん、外してまた決め返したりするから、うん、そこにいる意味があるわけじゃない。はいはい、そこで一つまたドラマが生まれるからね。そう、だから楽しいの。スタート地点になってる。何が起こるんだ、ね、あそこにいる状態からって思うから、はいはいはい、だから無視しないで、うん、ちゃんと教えてあげてほしいの、優しく。いやー、でもそのレベルだと、うん、教えたところでわからないでしょ。で、またついてくるよ、上げ足取ってくるよ。うんうんうん。だからもう、いや、待ってるじゃ、待ってるよって言っちゃってあげてほしいんだけど。逆にね、待ってないだと、いや待ってるだろうのって言うじゃん、そいつは。まあ、そうだ、そうか。でもさ、うん、今み、こ
こういう技がかけられた時は、俺は楽しいんだって言ってあげればさ、いつかその花が咲くかもしれないじゃん、その人に。でももう、うん、無視しないであげてって思って、そっちばっかり後半気になってきちゃって。俺もそうだったか分かんのよと思って。なるほどね。うん、そこはやっぱりはっきりさせておかないと次に進めないと。でも今の俺の言い方とかも超怖いじゃん、プロレスファンの人。若林分かってねえな、みたいな。まあどうなんだろうね。いや、怖い。いや、そういう人ばっかじゃないけど、イメージ分かるでしょ？分かる分かる分かる。そういう人もいるってことよ。まあまあそうだろうね。ちゃんと教えてくれる人もいるし、うん、そういう硬い人もいて。それラップファンもそうだと思うんだよね。あ、そう。そう。うん。ラップファンもやっぱり厳しい。宇治原が嫌いでさ、俺最近。いや、なんでよ。何があったのよ。いや、俺は、うん、ね、うん、あの、宇治原ね、うん、iTunes でいろんなもう、まあ、ほんとレスラーみたいに、いろんなタイプのラッパーがいるから、うん、いろんなラッパーの人好きになって、うん、iTunes で、うん、ダウンロードしまくってると、うんうん、でそれぞれすごい好きなんだけど、うん、100曲ぐらい自分の、うん、あの iTunes のあのあれライブラリに入れてると、うんうんうん、やっぱいかんせん、うん、今日クラブの女を持ち帰るぞって曲と、うん、すげえ高い金のネックレスをするぞってこの曲が多すぎないか宇治原と、うんうん、ちょっと違うんすよみたいな、うんこと言うん、いや、もう、うん、もうちょっと他の曲も聴いてみたい場合、うん、誰がいいのみたいな。曲多すぎないか、お前が、うん、お前がそうやってやってんのかとか。いや、俺じゃないですよ、みたいな。まあそうだろうね。でも、みたいなこと言われるんだけど、うん、なんかそういうなんかこの、にわかのさ、うん、人をもっとこう、丁寧に扱ってほしいなと思って。なるほどね。ちゃんとその説明をしてもらいたいと。うん、そうそう。それには、そうなった理由がきっとあるはずだと。いつか花咲くかもしんないじゃん、だって。それは、もうそういうもんだからって片付けないで、うん、ちゃんと説明。だってほら、うん、HG さんがね、来た時も、うん、若林はどのぐらいの感じで見てんのっていうの、完全ガチと見る人もいれば、うん、プロレスで、それちょっとでも言うと怖いじゃん、プロレスファンの人って。まあ。福田大がそうだろう、だって。違う？まあ中にはね。怖いの喋るのがなんかなんか怖いなと思って。いや大丈夫じゃん別に。それはなんかまあね本当に熱い人は怒るかもしれないけど。いろんな人いるよねプロレスファンの人見に行っても。うん、壁一枚破れねえなこいつはもう何年もとか言うし。おい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 と思って。やっぱそれはもう長く見てるから。俺さやっぱりさお前といつか言い合いになったけどさ、うん、俺やっぱり。うんなんか勇気をもらってるから、うんうんうん、もう、どの選手でも、なんかありがたい気持ちになる。うん、ああ、はいはいはい。たださ、前、ほら、浅田真央ちゃんの話とかもしたけど、うんうん、もうサッカー選手であれ、野球選手であれ、うんうん、何やってんだよっていう人、やっぱ普通に嫌いだわ、俺。そういう風に言う人。まあね、うん、でもそうやって見る楽しみも、あるってことだもんね、まあ。お金払ってるから。そうね。やっぱりその、入り込んでる距離が近いんだろうね。あまあ、応援してるだけに、そういう発言になっちゃったりする。距離が近いっていうのはよく言い過ぎてない、うんだからまあそれもまあ人によるだろうけど、そうやって言うことでさ。なんか投影しちゃってダメ出しすることでスカッとする。あまあでも悪くないのか、これも。ものの楽しみ方の一つか。まあだから、ただただ言うっていう人もいるだろうしね。外野から。それはでも、それはどのスポーツでそうだよ。お笑いだそうだよ。でもそうだよね。うん。だけど、本当にさ、頑張ってほしいっていう気持ちで言う人もいるだろう。お前でもさ、オードリーのそういうファン愛せる。うん、何やってんだよ、春日よ。みたいな。前出ろよ、前。うん、ああ、ムカついちゃう。じゃあ、てめえやってみろよって思う。小田小田になっちゃう。小田、おちょ、おかよ、お前、てめえやってみろよつって。で、もう上げられちゃう。動画で撮られて YouTube 上げられちゃう。カスがスタンドの客と喧嘩するっつってカスが駒田かカスが駒田あそう思っちゃうけどねまあでもそういう人、うん、でもカスがもう、うん、昔西武ライオンズの試合部室でラジオ流しててさ、うん、クソがよとかすごい言ってたよね、うん、言ってたダメな野郎だなバーカーとか、うんすごい言ってたよね。言ってたね。俺なんか、うん、高校生だったけど、なんかお前のことをね、なんかね、うん、ダセーと思って
なんかその自分の無力感を投影して罵倒することで自分はできた気になってんだな、こいつと思って。うん、なんか、高級投げちゃおうと思って、遠くから高級投げてた、お前。全然記憶にございません。記憶にないけどね、うん、でもまあわかる、今までもそういう気持ちでね、私もさ野球見ててなんかこのクソッと思うことあるけどさ、うん、でもなんか始球式とかやったりしたからさ、うん、ここで投げるってすげえなとかさ、やっと思って、いやいや改めてね、もう何万人の前でさ、うん、投げる緊張感、うん、うん、それでまあ失敗してもね、うん、温かく見守るファンになりたいと思ったね。まだでもクッと思っちゃうからさ、まだ。いや俺でも、うん、やっぱりなんかこう、うん、なんかさ、こう感情移入するときにさ、うん、やっぱりなんかこうプロレスもさあれ複雑になってきてるの、あれ、うん、あのなんかほら、うん、真壁さんとかさ、うん、ヒールでさすげえブーイング食らってた時代もあるけどさ、うんうん、いい人っていうのがあのもう知ってるから、うんうんうん、なんか本当のブーイングは食らわないもんね。ああなるほどね。あのそういうのやってるからかな、スイーツとか。ああスイーツ真壁だけど、うん、なんか本当なんか技術の優れてて、うんうん、ポン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 動ける人が、うん、ポン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 動いすぎて、うん、味がないのか何のブーイングか分かんないけど、うん、ブーイング食らってたりするんだよ。え、それはいいものが、そのベビーフェイス、ベビーフェイス、ベビーフェイスだと思う。へえ、不思議だよね。まあ試合内容 なんだろうね、多分ね。あ、つまんないってこと。うん、もっとなんかバチバチにやりやや、みたいな、見せてくれって感じか。うん、そんなくる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 回っても知らねえよっていう。すごい勝ったよ、試合なんじゃない。石井と真壁が、石井がベルトを試合前に真壁の顔に押し付けちゃって、うん、もうゴング前に切れちゃって真壁、うん、あーあーあーって言ってたもん俺。やっちゃったっつって、いやーやあーあーって一人で紅茶のペットボトル持ちながら、あー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 、大変なことになってる。楽しんでるね、いいじゃないですか。いいお客さん。うん。しばらーく全試合終わっても席に残ってずっと写メ撮ってたもんね。うん、撤収の仕方見てたもん。ヤングライオンの。結構マットってあんな一枚なんだ、みたいな。ああやって運ぶな、鉄骨を。ああ、なんだ、コーナーバスを運ぶんだ。あの解体すんの、うんうんうん、いいじゃないですか。すごかったよ試合も、うん、まあまあ、今日ワールドプロレスが見てよ今日、あ今日っていうかあれか、あ帰ってから、帰ってから、あなんかやってるね、あれレギュラーでやってんの、毎週やってんの、ほんとぶっ飛ばしちゃうかな。こないだ家帰ってテレビつけてやってたからさ、あれ、いや、やってんのかな、やってるよ。あそう、毎週見てないの。ちょっとそれ勉強不足で、マジ、やばくない？何が？お前にわかじゃないお前。いやまあ、まあ、嫌いだけど別にファンっていうファンじゃないの今はね。なんで見ないの？なんでってまあそんなっていう人いるよ。好き、まあなんでって言われてもまあ見たらやってたら見るけどね。でまたさ、うんうん、見たくなっちゃうかもしれないんだこれから。またあるね、この間見て思えば面白かったね。水口ちゃんだって久しぶり一緒に後楽園ホール、うん、去年の夏だったっけな、うんうん、行った時なんか、うん、ブーツブーツ言ってたよ、昔のレスラーのこと自慢すんだよ俺に、うん、なんてよ、昔は良かったっつって、昔はこういうことがあってすごかったと か今のヒールなんてもんじゃなかったとかしたら、もう今やもう、うん、俺が AJ とイブシだよ今日メインって LINE 送りながら見てたら、うんうん、やばいなそのカードとか。うわー行きたかった、トンパチの編集さえなければって感じてきた。ああもうプロレスファンだね。うん、うん、いいじゃないですか。あそう、うん、いろんな見方があってもいいと思うんで、カズダさんはプロレスは。まあそうだね、 HG さんのと来てくれた時話したもんね、若林どのぐらいで見てんのって、ガチとねプロレスの感じつって、そういう意味それぞれなんだ、完全にそういうものとガチとして見る人もいるし、まあそうじゃない、うんうん、ね、さっき
聞いたらいろいろあるらしいな、その辺の話も。好きになればなるほど、あの過去の試合とかの、そうだね、過去の試合をいろいろ推理したりとかね、あれは一体どうだったんだろうみたいな、T シャツも並んで買ったからな。ああ、ちょっと気にはなってましたけど、それ中村選手なんですか。そうそう、それ何なのそれ、何が王様みたいになってるけど何それ。これあの今年の正月の東京ドームの時の入場の時のこれ、あの時のそれなんだ、王様なのキャラクター。そうそうそう、はあ、うん、なるほど、ね、あとあれだよ、それこれやっぱ買って、やっぱ写メ撮って、あの自分のパソコンに入れてる。これ買って、これ買って、あのすぐ両国国技館のトイレで着替えて、ああその場で、その場で買って着替えて、でそのリングを背にして、自分で自撮りして、この T シャツと。おお、一人で見ます。ああ、いいですね。よかったね、趣味が見つかる。ゴンちゃん連れて行こうと思ったんだけど、もしゴンちゃんが、あれコーナーポストのとこ登ってんの、あれ逃げれますよねとか聞いてきたら、ぶっ飛ばしたくなるから。いやいや、説明してあげなさい。後ろの4人組の話何だったんだ今。ゴンちゃんなら言うでしょ、笑いながら。なんかみたいな。若さん、落ちて。絶対言ってくるでしょ。あれがもう昨日もうおかしくて、もう試合見れないですよ、みたいなぐらい言ってくる。でも、春日には見てほしかったな、真壁と石井のあの試合を。東京ドームのやつもそうだけど、本当にね、彷彿とさせるよ、あの試合を。彷彿させる？うん。何の試合？あの、名古屋での、春日と杉ちゃんの戦いを彷彿とさせる。年末の？俺が、筋肉大王と委員長の戦いと呼んで、毎回カットされる、あのくだり。ラッキーゾーンの委員長と、アイアンクロの大王の試合じゃねえんだからって、突っ込むと毎回カットされる。そうだね。アイアンクロの掛け合いだっつって言って。そう。ちょっと面白いんだね、プロレスもね、今。見てほしくなっちゃうね、どうしてもね。まあ、気にはちょっと。俺が言うのも変なんだけど。なってますけどね。ただ、もう知らない選手が多すぎてね。そうなんだ。いや、もう全然わかんないよ。いつ頃まで見てたの？いやー、でも中、高校ぐらいじゃない？ああ、そう。やっぱ猪木さんが引退するちょい前ぐらいが一番見てたんじゃないかな。まあまあまあ、中学から。ああ。猪木さんカウントダウン。猪木さん好きだもんね、お前。うん。面白いよね。あ、そう。面白いっていうことで、ね。一番その時は好きだった。そうだね、うん。それこそ谷口とさ、東京ドームかな、猪木さんが、ベイダーと戦った試合。うん、東京ドームでね、あれ生かな、生じゃないのか、うん。生じゃないかもしれないけど、ベイダーと戦った試合を電話でさ、話しながら二人で見ててさ。へ、二人で。お、やばいやばいぞ、猪木やばいぞ、つって。それこそコーナーぐらいからさ、なんか担がれてさ、ベイダーにだよ。もう超高角度のブレンバスターかなんか、されてさ、やべ、死んだっつって。猪木死んだっつって。立ち上がってて、おーみたいな電話でさ、呼気同士でさ。うわーっつって、すげえ盛り上がって。すごかった、猪木さん。もうその頃猪木さんつったら、もうね、引退間近みたいなところで、ベイダーつったら、もうあんなさ、もう巨体のさ、めちゃくちゃ強い外国人で。やっぱそういうもんなんだな。誰かと話しながら見るの楽しいよな。俺もだから LINE で水口ちゃんと西かな子さんにずっと。あれ、西さんも好きやね。西さんめちゃくちゃ好きなんで。じゃあ俺、だって西さんに、勧められてプロレス見始めたんだもん。あ、そう。うん。でも長いファンってこと？結構。めちゃめちゃ長い。それこそ、猪木とか、とか。だから、仕事で、ちょっとタフなことあるとプロレス見るんだもん。そうそう。あ、そう。そうだよ。で、西さんだって直木賞取った時の、直木賞のあの記者会見、分断のさ、こう、硬い雰囲気のさ、で、記者がブワーって、いるとこで直木賞取っての受賞コメントの時に、その、なんか今までこう、支えてくれてた人と、プロレスに感謝したいですって言ったんだよ。へー。ああ、じゃあもう本当に。うん。一部というか。いや、そうなの。それで、なんか俺が、なんか西さんとかと飲んでた時に、なんか悩みを、なんかこう、
自分たちのね、うんうん、世代でね、うんうん、なんとか起こしたいみたいなことをちょうど1年前ぐらいに、うんうん、1年ちょい前ぐらい、うんうん、1年前ぐらいか、うん、に話してたの、うんうん、そしたらそれなら若林君棚橋やでって言われて、お棚橋やそれって言われて、で、最初意味が分かんなかったの、うん、そうだね、酔っ払ってるからすごい兄さんがで、うんうん、棚橋の、うん、あのことを見たらええって言われて、うん、でそれ気になって西さんがすごい熱弁してたから、うん、で棚橋選手のエッセイすぐ買って読んで、うん、すごい感動して、うん、だから俺エッセイから入ってんのよ、はあ、珍しいパターンだねいやすっごい感動してその棚橋選手のエッセイ、はあ、で見に行きたいと思って見に行って、でそれでダヴィンチの西さんとの対談で、うん、なんか若林くんもプロレス好きな嬉しいわって言うから、うん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 、あれと思って、ちょっと待ってください、うん、俺西さんに勧められたから棚橋さんのエッセイ読んでプロレス見に行くようになったんですよって言ったら、うん、うちなんって言っていや、うん、ちょもう全然覚えてない、1ミリも覚えてない酔っ払って棚橋やで覚えてない、棚橋好きな嬉しいわ若林さんもみたいな話していやいや西さんですよっうちなんああ。酔っ払って忘れる。はあ、でも酔ってた時も、酔ってる時も、そう出るぐらいもう好きだと思うんだ、プロレスがね。進めるぐらい。酔っ払うと、ちょっとそういう問題入んだよね、うん、西さんって。なんか、うん、一番遠くの席から、うん、若林くんって、うん、エミネムって最高やんな。急に？あ、最高っすね。うん、せやな。つって。で、全部忘れてんの、それで。楽しい人だね毎回新鮮な感じで会話ができるってことだね、そう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 、へえ、はあ、そんな好きなんだね、そうでもすごかったね、うん、両国が、で西さんはプロレスずっと見てきてて、それこそ総合格闘技全盛で、うん、新日にお客さんが入ってなかった頃、うん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 、もうずっと見に行ってたけど、その時の話とか西さんに聞くと面白い、ね、うん、あ、いや少なかったでみたいなお客さん、そうだろうね、そういう時代もあるんだね、あ、プロレス確かにね、うん、うん、なるほどね、ちょっと押されてた時あったからね、うん、うん、まあまあまあ、それをちょっと、うん、あの一人で見に行くようになっちゃってますけども、ね、うん、あ、そうだ、スペシャルウィーク、うん、我々の、そうなんですよ、ゲスト、はい、今回すごいですよゲスト、うん、発表しちゃっていいの発表した方がいいでしょ、うん、ね、まずは一人目、うん、ハッピーボーイワオさんと、うん、いやいやいや、ハッピーボーイワオさんでちょっとわからない人もいるから、わからないですか、一応さ、いや岡田さんですよ、ハッピーボーイ岡田さん、うん、増田岡田の、いや俺これ嬉しいな、岡田さん来るってすごくない、すごい、今までで一番ちゃんとしてんじゃない？いや、ベッキーに悪いだろ、お前、その。あったね、岡村さんもいたか。岡村はでも、ほら、ねえ、そうね、あの、乱入、リルサーズは乱入の回もあったし。そうか、ああ、そっか、それ、そうだね、確かにそうだね。うん。あ、そうね。でもだから、もう、なんていうの、もう外部じゃないけどさ、その、本当のゲストっていうゲストとしたら、結構俺岡田さんと毎回共演するときに、うん、岡田さんが出てきて、うん、わーおみたいになったら冒頭で、うん、ロケットスタートって言うと、うん、ロケットスタートスタートしてすぐ足をぐねる、こらわーおありがとうございますっていうこの毎回全く同じ流れからちょっと試してみたい、それは出るかな、ありがとうございますもうなんか受けたかどうかを感じさせてくれないの、もう矢継ぎ早に来るから、うん、そうだね、うん、いやーいやー楽しみですな、俺ね岡田さんでしょ、うん、あと小島くんね、うん、あと庄司さん、うん、あと最近はねあのね、うん、トレンディエンジェルの斉藤さん、エスパー伊藤さんもそうだな、うんうん、あと鈴木拓さん、うん、あとまあ田中さんアンガールズ、うんうん、まあちょっと切りないけども、うんうん、もうなんかすごいね、すごいと思ってんの。だから俺、だからこのメンバーが好きだから、この、うん、あの、ガチガチの筋肉持った。だからね、お前のこと芸人としてダサいと思ってる。うん、そうや、待て、おい。待て。中途半端になんか、うん、ジェイソウルブラザーズみたいな体にしてさ、なんか、
ファンにイケメンとか言われてあぐらかいてるお前のこと俺出せと思って。いや、ジェイソウルブラザーズまで通過点だからね。この先まだ行きますから。そう。うん。ダイエットしてさ、うん、なんか、大喜利の時一番真っ先に手あげねえし、あ、うん、げるキャラなのに。うん、俺お前のことね、うん、芸人として出せと思って。うん、まさかでしたね。まさかの球が飛んできたよ。うん。びっくらこいちゃった。うん。ね、そしてもう一人、うん、これは春日さん発表したら？ああ、行きましょうか。うん、さあ、そして私がね、うん、まあ、熱望したと言っても過言ではない、うん、ゲストの方ですね。ミスターゴシップ、ラブレターズ、タメこの間、タメがね、オールナイトがブチ終わった。タメ。その話も聞いてみたいね。うん。いや、いいよ。まあ、そうブツブツ言うから。あ、そう、うん、まあでもゴシップをね。5、6年根に持つんだろ、これ。全部のこと5、6年根に持って。こいつはだから幸せになんないよ、一生。その復讐でお笑いやってるんだから、一生自分のこと幸せと感じられない。ターメ。ターメよ。ターメがさ、埼玉から来てくれるって。また。今、四季です。早く来いよ、お前。ターメ。ターメ、つって。今回は話聞いてやるから、つって。でもさ、これ、タメスポで呼んでも、全部喋れないじゃん、こいつ。なんか、筆談みたいにしてもらえばいいな、この人が、みたいな感じ。そうだね、まあ、イニシャルとかね。うまくその辺、でもその辺の技も持ってんじゃない？相当ゴシップも話してきてるだろうし。まあ、バンクーバーの朝日でおなじみのね、タメが。そうなんすな。映画俳優ですから、丁重に扱わないとダメですよ。そうか、そうか。そうだね。塚本くんも言ってたらしいですよ。うん、何を今回、オードリーさんのラジオゲストのためだけっていうのを伝えたら、うんうん、僕はどうしたらいいですかって言ってたって。で、これの僕はどうしたらいいですかって何を表してると思う、うん、呼んでくださいみたいなこと、ちょっと遠からじなんだけど、うん、見に来るかどうかをどうしたらいいですか。あ、そういうこと？聞いてきたみたいな。うん。ああ。でもなんかこれ、どっちかっていうと塚本くんがなんかまともで、うんうん、タメがなんかタメって感じだけど、うん、まあ、今回も塚本って感じだよね。よく言っててよくわかんない。よくわかんない。まあまあまあ、それはね、まあご自由にしてもらえればいいですけど、ちょっとね。うん。なるほどね。この間、ブチ終わったラジオ、タメが来ますけどもね。来ますけどね。なんか、うん、自分磨きも、なんか、1日 4回、16歳の時からしてるみたいです。今いくつ ?30 ぐらい、うん、?30 ぐらいで ?1 日4回自分磨きしてる。実家で。なんか、各仕事現場でしてるみたいですけど。これに関しては本当もう、オール嘘ですけどね、これ。でも、やってそうだからな、うん、でもな。うん、で、ちょっと告知していいですか？私、ライブやるんですよ。うん、5月3日、日曜日、うん、草月ホール。時間がまだ未定、うん。タイトル、若林正康のラブオアシック。ん？何？若林正康のラブオアシックっていうライブやるんですよ。横文字ですか？うん。それでラブオアシック？うん。ほう。まあまあいいじゃない。うん。トークライブっちゃ、トークライブなんだけど、トークライブでもないんだけど。トークライブでもない？うん。なんですのそれ。いや、もうそんな、うん、いや、8.6 秒バズーカみたいなのやめてよ。うん、なんですラブオアシックってなんですのって。なんですのそれ。お兄さん。お兄さんなんですのそれ。レポ金です。うん、だから、うん、レポ金。見に来て、あれ、内容をね、公の空間に投げ出して満足した人は来ないでください。レポ金だから。意味ないからな、トークライブ。レポ OK したら。うん。たこやな。で、ゲームするって決まったわけじゃないから。ダメですってことですね。あ、レポ金ですよ。うん、うん。で、なんだっけ、あと。カスカの話そんなしません。この間構成考えて。構成考えてたらそんな不毛な時間ねえなと思って。まあ、そう。ただ、わしゃ知らん
そら知らんよ、うん、そら知らん予想の人は来ないでください、うん、なるほどね、うん、うんうんうん、リトルトゥースでもいろんなこうリトルトゥースとも認めてないけどだけど俺はいろんな層がありまして、うん、オードリーのファンにも、うんうん、それは知らん予想っていうのがありましてここ来ないでください絶対あそんなのあるんですね、うん、なるほどなるほど、うんうん、まあそれを告知したまたチケットの売り方とか決まったら時間とかまたラジオでお知らせします、うん、はい。で、誰か、そのラブオア6のスタッフのツイッターやってくれって言ったら、うん、全員に断られて、社員に。なんで？なんか、ちょっと忙しいっす。うん、あ、そう。うん、おう。お前やってくんねえから。なんでだよ。ラブオア6スタッフって。いろんな告知をさ。内容も知らないのに。うん誰かやってリスナーから募集しようかな。そうだリスナーから俺家庭教師募集したいってこの間思ったんだ家庭教師。何なの？勉強してもらうの？うん、ニュース。ニュース、うん。ニュースが全く分かんないの見てて。ああなるほど、ね。どういういきさつかだから、うん、教えてくれる家庭教師の人欲しいんだよね。それは何番組で？いやじゃあプライベートで。どうやって教えるどっから集まっていろいろ教えるってこといや違う違う、俺ん家来てもらって。で、このニュースの意味説明してくださいって言ったら、すごい説明してくれて。ああ、もう全、何聞いても答えてくれる人だ。うん、ちょっと、全部教えてくれる頭のいい人。うん、で、1時間。で、莫大な金渡して帰ってもらう。おちょっとそれ美味しいね。お前、お前名乗りでんじゃない勉強してね。うん。で、全部説明してくれるまあまあまあ、そういうんだったら勉強するよ、いろいろと。あ、そう。うん、だって莫大なお金がもらえるわけでしょ？いや、そう。うん。じゃあちょっと、じゃあ、試験していい？今。もうか。あ、うん。いいや。え？やろう、ラジオ。残それでは行きましょう、うん。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日レイ。愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りします。家庭教師欲しいなんて話してたらな、うん、本を片手に乱入してきた。うんおじいさん。どうなってん警備は、日本放送の。いや、制度さん。何すか、キヨニちゃん。勘弁してくださいよ。俺のトークゾーンっすよ。何がチャンスだと思ったんですね。ここだと思いましたよ。今回、何ですか今回は。ちょっと、また本を出します。まあ、寄せばいいのにですね。出しちゃいまして、ちょっとこのお知らせをしたいなと思いまして。平成、アラサーの平成ちゃんうん、日本史を学ぶ、はい、っていう本これどういう内容の本ですか、はい、言語をですね、うん、言語を全部擬人化にしてキャラにしようかなと思って、うん、ああ言語ね、うん、あ平成とか昭和とか明治とかああ本当は書いてあるんですね大正明治、ね、うんほうほうほうでこれは歴史の本でいいんですかそうですね言語で日本史を見ましょうという本を書かせていただきまして、半分漫画ですから。もう発売している。先週かな？先々週ぐらいに出ました。お値段も求めやすいですね。もう大変に。1296円。すっきりとしたね。すっきりとした。すっきりとしてるんですか ？1296 円。払うのが大変な。今時珍しいこんなすっきりした。1296円。あの漫画家さんとコラボして。そう、もぐらさんというね。ああ売れっ子漫画家さんなんですよ、はいはいはい、もう売れっ子にはついていくというなるほどこれやるんすか制度さんあの、うん、握手会みたいなやつサイン会みたいなあ今のところないんですけどもあ、はいはい、あのやらせてくれるとこあればやりますどあなるほどなるほど、はい、じゃあこれをね皆さんちゃんと読んでほしいというはい、はい、プレゼントしますよえあらプレゼント何冊でこれ貴重だから、ね、10冊何冊、はい、10冊10冊あらドンとプレゼントはいあなたの好きな言語を書いていただければああ、はあ、好きな言語を書いて送っていただければこれはあれですかあの それ知らん予想の人も大丈夫ですか大丈夫です大丈夫です、うん、一つそう一つだけそれで247ありますから言語は多いな、
一つ選ぶとしたらこれってのを書いていただけ、なんでそれ見て生徒さんが分かってるあ、こいつ分かってるんだって言語好きだな一人選ぶなるほど、何が正解なんだろうな難しいな、何が一番多くなるのか、なんだろうね、意外に昭和とかだってすんのね、なんだろうね昭和とかしか知らない、この間ね、朝6時半にテレビ東京出発っていう朝早い仕事があって、で前日遅かったもんで、まあ、あんま寝てない状況 で、寒かったじゃないですか、ここのとこ。ああ、今週そうでもないっすな。そうそうそう。うん、で、まあ、ロケバス乗って、まあ、ちょっとでも寝れたらいいなと思って、まあ、ロケバスで寝たんですよ。で、その目的地、動物園まで着くの2時間ぐらい。うん、2時間寝れるなみたいな、寝てて、どのぐらいかな、1時間ちょいぐらい過ぎた頃なの、寒っと思って、目が覚めたんですよ、めっちゃ寒いじゃんと思って、そしたらね、すごい冷たい風が俺に吹きつけてくるんですよ、で前の席が春日なんですけど、ドア開けてんすよね。あ、窓ね。いや、ドアが窓はどうでもいいだろ、お前。何言ってんの。いや、ドア開けてたって走れないもん。いいだろ、そこ別に。それ窓、それは窓やん。そんなの問題で窓開けてんだよ。で、春日は、カーテン閉めてんすよ。だから春日に直接は冷たい風当たんないんすよ。その、ちょうど直接当たんないけど、カーテンの切れ端が俺の目の前だから、エアコンの送風口のとこ、俺の方に向いてるみたいな、直接風かかってるんですよ。冷たい風が北関東の。で、寒いなと思って、で、春日だよなってことを確認しようと思って、前の席こう覗いたら、こいつ、ジップアップのパーカー首の下まで締めてフードかぶって寝てんすよ。いや脱げや脱げバカ野郎あーこれすまんね、いやで、えこいつむ、いや T シャツのななんこう頭までフードかぶって、な寝てもヘルミッション寝るぞみたいな感じですよ、フードの口の方もこの辺で縛って、マジかと思って、でさ、横に AD さん座ってたし、なんかみんな寝てんのよ、6時だったら出発が、で、なんかそこでおいっつって、窓閉めろよって言っても、なんだなと思って、でも寒いよな、これ、このまま、あと、どんぐらいつくか分かんないけど、と思って、バヤーンと風かかってるって、これに。で、俺も、カーテン閉めればいいんだと思ったの。カーテンを、お前のカーテンの一番後ろの部分に合わせることによって、俺のさらに後ろに風行けば、なるほど。まだマシかなと思って、カーテン閉めたんですけど、カスガがその、ちょい手前までしかカーテンを引いてないから、6センチぐらいの間が空いて、俺にやっぱ来るんですよ、風が。寒い、北関東の寒い日だったわ。4月なのに。で、やっぱ言うか、めんどくせえ。もうイライラして、もう、言うかって思ったんだけど、まずね、その、あのね、バカなんじゃねえかなって思ったの。何が？お前が暑いからってなんでみんな暑いんだよってことを想像しないから、だからこいつネタ書けねえんだよみたいなことを考えて、腹立つわこいつと思って、で、まあ、後ろからドーンって蹴るか、でもなんか俺がさ、ちょっと閉めて、みたいな。それも嫌なのよ、なんか。でもね、俺そこで思い出したのが、これあれだな、こいつの発想。いや、そら知らんよと同じことだな、これ、と思って。他人の感覚を想像できない。
サイコパスだこいつ。いやそこはそれは知らんよと一緒なんじゃないか、うん、論理はって思った瞬間、うんうん、イラッと急に来て体が、うん、おい寒いよっつって言っちゃってたの、うんそしたら優しい優しいマネージャーの中がビクッてして起きてましたよ、うん、これもこれあまりにも自分で怒りが抑えられなくてまあまあの声出しちゃってみんなスタッフさんのところいや寒いわって言ったの、うんうんうん、したら、うん、なんかしばらーく何も起こんないんですよ、うん、でしばらーくの間があったと、うんスーってドアを窓が閉まる音が、うんうんうん、スーって音がして音だけがしてなんかあーごめんなさいとかあすいませんとか、うん、何にもないそんなの、うん、スーってドアがでも、うん、でもなんか寒かったの、うん、でも寒いなまあでも開けてたからちょっと残ってたの寒さがと思って、うん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 でも絶対、もう寒いの。うん、もうドア開けちゃったらっていう日だったの。うん、で、うん、イライラしながら寝れなくなっちゃってイライラしたから。うんうん、で、着いてさ、うんまあ、ガスが降りてってさ、ロケの人。腹立つな、こいつと思って、うん。降りようとしたら、うんでちょっとドア、窓の方見たら、うん、ちょっとだけ開いてるんですよ。完全に閉まってないよ。うんうんうん、で、え?と思って、うんうん、俺寒いって言って、うん、いやいやなんでその、うん、ちょっとの配慮なんだよと思っていや完全に閉めてパーカー脱げやなんなのでもう一個はドア開いたまま降りたら、うん、運転手の人が開いてることに気づかず、うん、いや、もしもよ、そっから指入れたら開きますから、ドア。うん、その辺のなんか奴がロケバス入ってきてなんかの物盗まれたらまずいじゃない。うん、ってこともちょっと思うから、うん、俺がカチャって窓閉めて、うん、で、降りたんですよ、うんうん。いや、これ怖いですよ、この感覚。自分が熱かったらみんなが熱いって思ってる感覚。うん、これ怖いですよ。あ、そう。で、うん、もう、奥田隊と、もう本番始まる前も、緊急会議ですよ。うん、何ほんと、もう本当もう、これはバカだから、人の、うん、俺とは違うかもしれないって、自分と人をセパレートできない人間だから、うんうんうん、もう同一視しちゃってるから、もう自分と、うんうんうん。肌で感じさせなきゃいけないと思って。うんうんうん、おい、隊っつって、うん。今日ブースのエアコンの温度、うん一番温度高くして、うんうん、高くするか低くして、うん、あいつに過ごしにくいって思わせて俺はトークの後に思い散らしてやんだ、うん、いいっすね奥田隊は言ういいっすねじゃないのお前今、うん、どう温度そう言われてみればちょっと暑いよねあ言われてみればぐらいかそうなんだよなうんそう、やっぱそうだったな。そう、なんだいや、悔しいよ。悔しい。うん、一番高くするか、一番低くするか、どっちかな、うんうん。あいつ暑がりだから、でもまあ寒い方、高い方。うん、すごい散々、うんうん、打ち合わせたんだけど、うんうん、日本放送のそのエアコン初めて知ったんですけど、うん24度から27度までの幅狭い幅狭い狭い32とかなんないや27一番上の27であいつ T シャツいつもビトタケシのそれは腹立ってきたけどなんでビトタケシの T シャツなの一番下の24で寒いって言う、うんうん、寒いって言わないと思う24の T シャツだって、うんうん、で27の圧の方にかけようと思ったら、うん、お前さっき、うん、そういえばちょっと暑いぐらいそれじゃ思い知らせることできないのよああそうだねこれ怖いですよ自分と同じ感覚か、うん、とも思わない俺が暑かったら開けるうん、怖いですよパーカー脱がないのでそら知らんよですよ
いや、お前、うん、俺は寒かったんだよ、後ろの席で。うん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 、お前、それについてどう思うんだよ、お前。いや、そら知らんよ。ご協力ありがとうございます。全然ございません。エコーもありがとうございます。オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。ね、すごい。でも今日はもう喋れない。どうしたの？いや、どうしたのじゃないよ。先週のそのさ、ね、まあ、失敗を、まあ、失敗ではないでしょうけどもね、おたくさんにとったら、また繰り返すかね。CM 中だよ、もうなんか早く終わんねえかな、春日のトーク。この時間が一番無駄なんだよ。最終的につまんねえからなーって言ったからね。こんな失敬なことあるかい？今からね。いや、この手。で、つまんないっていうことでもなくて、うん、なんか、なんで、それは俺の気持ちがつまんないの。うんうん、ああ、なるほどね。聞いてる人は楽しいと思うんだけど、なんか、すごいこう、順番がガチガチに固まってるから、なんか、俺が一個口挟んだら、バランス崩れるから、自分の喋る順番を守らせてみたいな、なんか、ピリピリ感が伝わってくるの。だからなんか楽しくないの。なんか、ピンのトークライブの最前席で聞いてるみたいな。しかもなんか、毎週、肩に力が入って。じゃあどうぞ喋ってください。喋れるか、だから。喋れるかよ、そんな。力入ってない、なんか、いつも。なあ。うん。いやいや、体力だ。いや、そうですね、みたいな。何なんだよ。え？やめなさいよ。それはまあ、いろいろと力も入りますわ、そら。うん、なんか、それってさ、みたいに一回挟むとさ、うん、俺がそんなさ、うんうん、顔がシュッてこう、なんかこう、うん、濃くなるんだよね。そりゃそうよ、だって。アクシデントが来ると。うん、そりゃそうだ。だからなんか邪魔したらかわいそうってもう思っちゃってね、これでも結構3年前ぐらいから。結構昔からだな。春日のとが喋ってるとこは邪魔したらかわいそうって思うから、なんかつまんない、なんか、うん。いや、いいよ、どんどん邪魔してもらっても。構わない。だって順番とかがあるんだろうし。うん、それはもちろん台本があるからさ。なんか予定があるから崩したら、うん。いや、いいよ、構わんよ、それは。どんどん邪魔してもらって。あ、そう。うん。もう、じゃあ喋って。ドッキリ？うん、いや、ドッキリじゃないんだよ。いや、これも候補のやつね。これは今日も話しません、これはね。あ、そう。うん、これはいいんです、これは。あは。うん。なんでスーってさ、ペンの音が。これは話さないやつ。あ、怖ね。いやね。若林さんね。男の料理。うん。いや、男の料理じゃないよ。次のコーナー始めるんじゃないよ。私のフリートークあるんだから。若林さんやったら私のところでしょうが。うん。来月ね。うん。まあ、5月の10日ですよ。ボディビルの大会がありまして。ああ。そうなんですよ。いよいよ、まあ、1ヶ月前なんでね。大体ボディビルか海外ロケな。まあ、今月か、1ヶ月前ですから。準備がね。あれだろ、ダイエットで、めまいがするとか、なんか、そんなんだ、いいよ、喋んだろ、こいつ。で、まあ、準備で、まあ、ダイエットしなきゃいけないんでね。結構大変で、めまいもするんですよ。おい、先回りは、なしよ。邪魔はいいけど、先回りはなしよ。邪魔はいいけど。邪魔はいいけど、先回りなしよ。これもう標語として掲げておきますよ、この番組の。日本放送全体のね。放送の。邪魔はいいけど、先回りはなしよ。これ日本放送の、じゃあ、あれだね、ハッピーチューニング、うん、ラジオようこそ日本放送の次のキャッチコピーね。キャッチコピーね。うん、ラジオやるときの大前提。ね、ちゃんとトークは聞くということですよ。はい。うん。ね。で、おいでね。うん、なんだっけな。いろいろ準備があるわけですよ。うん、だからまあ、その減量もそうですし、うん、まあ、あとポージングとかね。あ、今日まあ、ポージングの教室やってきたんだけどさ。体育会 TV が入ってくれてんだけどさ。やっぱ初めて、まあ、来てくれたの、スタッフさんが。おう。うん。で、ポージングの教室もう20人ぐらいですよ。日焼けしたムキムキのおじさんたちがさ。結
構いるんだね。結構いるんですよ、ポージング教室だからね。それ、先生に習うんだけどさ、ムキムキのおじさんたちがもう汗だくでさ、もううめき声出しながらポージングして、その先生もさ、このいろいろこの力が入ってない部分をこのパンチしたりとかしてね、結構厳しいんだ、結構厳しくパンパンやるわけですよ。でそれ見てスタッフさん驚いちゃってさ、まあ、私なんかもう2年目だからさ、まあまあ日常なわけですよ言ったらね、でまあポージングがあったりとかしてさ、でまあ毛を剃るっていうのもね、まあまあ今後まだないんだけどあったりとかして、でまあ日焼けですよ、まあ、去年もやりましたけど、はいはいはい、日焼けマシンにね、まあ、全裸で、まあ、入るんですけど、まあ、去年まあ、ここでも話しましたけども、日焼けマシンに入った上での注意点というかね。ああ、なんか言ってたね。やっぱこれ足広げ、まあ、立ちながら上にね、手をこう、上げてさ、釣り革みたいなの捕まってこの日焼けをするんだけどさ、去年の注意点が、足を広げてなかったから、太もものこのね、後ろのところに、玉筋が張り付いて、そこだけ焼けてないっていうね。はいはいはい。丸、ここ二つ日焼けしてない肌が白くなってる。っていうのはまあありまして。まあそれを気をつけてちょっと腰を落としながらまあ入ってるんですよ。でもう一つの注意点が、全素っ裸で入ってるからさ、前の部分もね、いわゆるその、チンコもこう焼けるわけですよ。あ、そうなっちゃう。真っ黒に。うん。で、去年ね、失敗したのが、まあ、私、仮ですから、ちょっとこの、被ってるんですよね。あ、先の部分に。で、そのまま焼けちゃったから、うん、その上の部分だけが焼けて、うん、その他の部分が白いという。ああ、なるほど、ね。状態で、だから、その、ニット帽を被ったみたいなさ、感じで焼けちゃったわけ、去年。ね、でそれを気をつけようと思って、二つだなと、二つに一つだなと思ったんですよ、今年は。だからもうそのズル向けとしちゃんでいくか、それとももう完全にこの、縛るかか、縛るぐらい閉じて、なるほどね、真っ黒にするか真っ白にするかだな、ホタルイカにするか、ホタルイカにするか、何、いやそれお前が決めた、ホタルイカにするか、カリン島にするか。あ、俺のミスだ、ごめん。うん、頼むね。あ、ごめん。どっちかだなと思って、今年はホタルイカを選択したんですよ。その、ズル向けの方だと、やってる、まあ、10分ぐらい入ってるんだけど、まあ、ね。この、戻ってきた場合に、ちょっと、あれだな、去年と同じになっちゃうな、と思ったから、その完全にこの結ぶぐらいの感じで、まあ行こうと思った。実際結ぶの？結ばなかったけどね。結ぶぐらいの感じでもうぐーっと伸ばしてさ。皮をね。完全にこの防御して、やろうと。肩結びはできなかった。肩の母ちゃんじゃないからね。できなかった。私もね。肩結びはできない。ほどけなかった時に大変だからね。まあ、肩結び、まあまあ、ちょっとこのグッつってこの、この伸ばしてさ、もうやった。グッて伸ばしたあのね、食パンのあの、あれ、まとめてるプラスチックの。あれね。ああ、その発想なかったな。発想なかった。それ、そうだな。そこまで伸ばせよかったな。まあ何も手持ちがなかったからさ、とにかくグーッと伸ばして、まあまあ、10分。まあ入って、でそれをこう何回か繰り返したんですよ。ほいでまあ大丈夫だろうと思ってさ、さっきトイレ行ったらさ、見事にさ、ちょっとだけ出てたんだろうね。この上の部分だけがさ、真っ黒になっててさ、全部覆い切れてなかったんだ。覆い切れてない。そうなのよ。ちょっと上のとこだけ、鉛筆みたいな感じになっててさ。ああ、先っちょのところだけ。先っちょのところだけ。そこだけが黒くてね。あ、そう。失敗しちゃいまして。おうおうおう。まあ、去年よりもまあ面積はまあ、少ないんだけども。でもちょっと、だから逆にこう、シミみたいになっちゃってるんじゃないの、そうだね。ちょっと住み着いたみたいなさ。先っちょに。ああ、そう。そう、失敗しちゃってね。うん、うん。見ます？
うん、なんかでもだね。うん、どうする。あ、見たでしょ。いや大丈夫っす。え、いや見たでしょ。いや大丈夫っす。いやこれ見てみたいでしょ。でもどうなってるかを先に言っちゃってるから、うん、それで見るからなんか、うん、いやでどうなったかですよって出してもらえれば、うんうん、おいちょっと黒くなってんじゃんってリアクションできたけど、うんうんうん、もうちょっと黒くなったって言われた後で見るからちょっと、うん、落ち知ってる推理小説みたいになっちゃうから失敗したな。これは失敗した。これはね、サブにすまんな。お前すまんすまん、これ先言っちゃった。お前だから、うん、窓開けちゃうんだ。男の料理。さあ毎週発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。ガズガズさん、今日の料理の発表お願いします。巨大マグロをさばき始めた途端のほったらかし。うわ楽しいコーナーでございます。いきましょう、うん、ラジオネーム琴の侍、渡里哲也のマグロほったらかし会長というセリフでおなじみの CM、 一気にこの料理の知名度が上がった。うん、うん、撮影のね会長が、うん、ほったらかし。ラジオネームドランカー。巨大マグロをさばき始めた途端のほったらかし。もったいない、おもてなしに続いてほったらかしが日本発信のカルチャーとして海外で流行になる。うん、あ、これいいですね。海外に向けて発信されて。ラジオネームセイント。巨大マグロをさばき始めた途端のほったらかし。ほったらかさずに最後までさばいてみたという動画をヒカキンがアップしていた。やってそうですね。なるほどね。すごい再生回数が、うん、ラジオネームいぶし銀太郎。ドラマ北の国からで五郎は息子が調理中のほったらかしを勝手に食べた客に対し、息子がまだほったらかしてる途中でしょうがと激怒した。うん、これもありそうですね。ラジオネームいぶし銀太郎。ほったらかすのはズボラな性格の人が向いているので、はるかクリスティーンが得意料理としてテレビに出ようとしたが、中村アンに足元からかっさわられた。どういうこと？いや、これも俺どういうことだ。でもなんか気になって読んじゃったの。ああ、まあ、はるかクリスティーンの家が汚いとかがあるからね。うんうんうん、なるほどね。中村、あ、そうか、中村アンもそうか、髪の毛洗わないとか、だからか。ああ、ズボラ。同じキャラ。なるほどね。かぶりがあった、うん。そういうことね。ラジオネーム、88。床が汚れないように新聞紙の上でマグロをほったらかすが、その新聞はすべて放置新聞である。はぁ、綺麗だなぁ。なるほどね。なんか美しい。いやいやいや、美しいですね、日本語として。ということで春日さん、この中から一番この料理らしいものを選んでください。1名お願いします。上がりました。これ行きましょうかね。ラジオネーム88、放置新聞。おめでとうございます、88さん。この方には日霊の冷凍食品詰め合わせお送りします。今月のプレゼント商品は、本格焼きおにぎり、若鶏タレ漬け唐揚げ、甘エビシューマイ、お弁当肉ミニハンバーグの4種類が入っています。さて、来週ですが、竹田リーの山口からのメールです。先日、鳥居に竜が絡みついている品川神社に行ってきました。見た瞬間、男のパクリだと思いました。うん、千年前の神社にも影響を与えていた己の凄さに恐れおののきました。とのことです。ほうほう。料理名は、のぶたの首根っこづかみ、うん、コブダイのコブに投げつけた生卵。もうこれじゃん、うん、そして最後
とにかくでかい豆。男らしいのかな。ちょっとネタに詰まってきてるようですが、うん、前回放送の若林さんの僕に対する一刀両断のダメ出し男、うん、これ広安からメール来てるんですけど、うん、さらにもはや僕の送ってきたメールを読みませんとも言わないその無視力男、うん、それを肯定も否定もせずにいる春日さんのその存在感無鉄砲以上です。私言ったんですよ、展開するなって、うん、女までだって、うん、言ってましたね。しかも女もあんま数出してほしくない、ここぞという時に、うん、男でずっと言ってほしい。でも無鉄砲って言っちゃうんですよね、うん、あの広安だからしょうがないね。うんうん、俺らのネタライブでしか受けないらしいよ、男っていう。え？え？うん。タイタンライブだともう全然受けない。あ、そうなの？うん。なんでだろうね。さあ、春日さん、じゃあ、うん、今日は、タケタリーノの、料理、いつか選んでください。はい、じゃあ行きましょうかね。とにかくでかい豆！どういう料理がどういう食べ方がどういううんちくがあるのかなどを書いてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送踊りのオールナイトニッポン男の料理の係まで。日例の冷凍食品を表をお送りするので住所本名年齢お忘れなくお願いします。はがきのコーナー、今週までお花見のお誘いでございます。ラジオネームアズケンティウス53世、ソフトオンデマンドから春日さんへお花見のお誘い、うん、春日さん、今度花見という名の乱行パーティーをやります。当日芝公園の駐車場にマジックミラー号が止まっているので中にお入りください、うん、芸人 TK がAV デビュー、お花見会場で新刊に来ている大学生と乱行パーティー in マジックミラー号というタイトルで販売します。もちろん春日さんには売上の2割が入りますので現場でよろしくお願いしますということです。いやー、ぜひとも参加したいですね。これは参加したい。うん、パラちゃん誘って参加したいね、これ。絶対参加するでしょうね。うん、ラジオネーム私の味方キャンタマン。ハガキは変なやつが多いな。大学3年生だって、うん、私の味方キャンタマン。大学3年生。未来有効有望ですね、この人は、うん、スピードワゴン井戸田さんから若林さんへ。おう若林、今度花見に行くぞ。え、俺が誰かって。おいおい、忘れちまったのかい。俺だよ、俺ハンバーグだよ。じゃあ熱々の鉄板ジョークいくぜ。まずは 100g。 この前ハンバーグ、森の中で野生のクマに遭遇したんだ。周りのみんなはすぐ逃げたが俺は逃げなかった。そしたら後で質問攻めだよ。どうして逃げなかったんですかって。襲われたかもしれないのにって。だからすかさず答えてやってよ。俺はチキンじゃないからね、ハンバーグ。おいおい、どうしたんだよ。俺の暑さにとろけちまったのか。じゃあ次 200g。 この前ハンバーグ、旅行に行ったんだ。でも観光地で迷っちまった。スマホもルルブも持ってなかったからね。なぜかって、だってチーズがなくたって十分だろ、ハンバーグ。じゃあな。いいですね、はい、ラジオネーム電柱神話、うん、リトルトゥースからオードリーさんへお花見の誘い。トゥースは、どうもリトルトゥースでございます。早速ですがこの度リスナー主催のお花見を開催させていただきます。そこでトシちゃん並びに若林さんにはぜひともご参加いただきたいと考えております。ただしご参加いただくにあたり若林さんには以下の点をご注意いただきたいと思います。第1条、トシちゃんにダメ出しをしてはいけない。第2条、万が一トシちゃんに苦言を呈する際も奥田隊に同意を求め2対1の構図を作ってはいけない。第3条、
人見知りのトシちゃんが話し始めるまで待つこと。第4条三本字は和柄の帽子、土偶、この3つを NG ワードとする。第5条トシちゃんは決して常識人ではない。第6条トシちゃんがブチギレしてしまっても、うん、追い打ちをかけてはいけない、うんうん、第7条心の底からトシちゃんに興味を持つこと。以上7点でございます。一つよしなに。多いな。ラジオネームデレクジーカー。春日さんのファンから春日さんへ、うん、お花見やるからトシちゃんも来てください。この間の中井の窓のマッチョスペシャル見たよ、うん、どの出演者よりトシちゃんがかっこよかったの。あと先週のヒルナンデスのドケチ隊もめちゃくちゃ面白かった。トシちゃんの入浴シーンで6回も自分磨きしちゃってました。最近のトシちゃんますますかっこよくなってるね。いつか結婚して誰かのものになっちゃうんじゃないかっていつも心配してるよ。いつまでも私たちの王子様でいてください。トシちゃんファン56歳より。逆に行こうかな、その花見。聖堂さんのためぐらいじゃない、56歳でね。やだな、56歳から自分磨きしちゃったよっていうの来るの。ラジオネーム、D ちゃん。はがきは変なやつ。ラジオネーム、D ちゃん。3割バッターだった男から若林正康くんへお肌見のお誘い。どうも3割バッターだった男です。そんな紹介のことあるかい。そんな自己紹介。僕が3割バッターだったということを話すと周囲の人はすごいねとかかっこいいねなどといった言葉をかけてくれます。しかし現状に甘んじることなく僕はこの先も3割バッターであり続けたいと思っています。若林くんもぜひこれから僕のことを応援してください。それではまた。誰なんだよ。結局誰なんだよお前は。え、これラジオネーム、うん、D ちゃんのことですか。いや違う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 。3割だったバッターだったものよ。結局誰なの。応援のしようがないじゃないか。それ3割バッターだった男から私へお花見。3割バッターだったってことは1回切ったことがあるってことだね。3割をね。誰なんだよ一体。お前あんま深追いするなよそこ。3割バッターが誰か、うん、そこはさ、うん、ファンタジーでいいじゃねえかよ。おい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 。いや私も本当に、いや聞いてる聞いてる聞いてるよ。全然そっぽ向いてるみたいな感じ出したけど今。い聞いてる聞いてる、うん、この料理にふさわしいというハガキを一枚。違うんですよコーナーが。あ、うん、そこはファンタジー。いやファンタジーじゃなくて日霊さんもこのコーナー協力して。いや聞いてる聞いてるのよ。そこはファンタジーでいいだろう。さあということで、うん、このコーナープレゼントをもらえるんですけども、うん、全員に、ヒロシクリアファイルをプレゼントしてください。うん、よろしくお願いします、うん、はい、お花見もそろそろ花がちょっと散ったんでね、うん、そろそろお花見の方もねこれ終わりにしたいなと思ってますけども。終わりですか。で来週から何をするって言いますと、オードリーと行くバスツアーのお誘いなんかいかがかななんて思います。ああいいですね、行き先、お楽しみの食べ物、お買い物、バスの中のアトラクション、参加メンバー、など書いてきて送っていただきたいなと思ってますけどね。うん、いいですね。ね、うん、あれなんだバタバタ。本番中だぞ。聞いてます聞いてます。何個足りないのよ。三つと広しクリアファイルで何人五人？じゃあ誰かに広しキューピー二人あげなきゃいけないの？うん、誰でもな、こんなのちょっと見せてくださいね、うん、じゃあそうだな、うん、わかりました決めました、
ヒロシキューピー二人だけ発表します。うん、あとはクリアファイルです。うん、あとの方は。うん、一人目は、キューピー一人目は、うん、ラジオネーム、うん、D ちゃん。そしてもう一人は、うん、ラジオネーム、うん、私の味方、キャンタマン。この二人にあげたいと思います。いいんじゃないですか。ということで、ハガキのコーナーなので、オードリーと行くバスツアーのお誘い、ハガキのみで受け付けます。宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンハガキのコーナーの係まで。オードリーのオールナイトニッポン。実録、春日学部。春日学部です。全国の空知らん予想が悔い改めるまで続いてます。ラジオネーム、エピオン。普段は頭にバンダナを巻いている。いや、巻いてないです。誰と間違えてんのね。巻いてません。巻いてませんね。巻いてませんね。うん、はがきできました。はがきのコーナーじゃないのに。ラジオネーム、うん、輪になる。大学院に通っている。勉強し直したいっつって。いや、ないですね。ない。うん、ラジオネーム、輪になる、うん。本気で怒ると黙る。ああ、それはそうかもな。じゃこれ合格です。ラジオネーム、マツコのマングローブ。毎日、ニコレットを噛んでいる。なかなかやめられねえっつって。いやいやいや、タバコ吸ってないからね。うん。不合格。うん。ラジオネーム、えなみ。うん。スザンヌの離婚を聞きつけ、うん、スザンヌに熱いメールを長文で送ったが、うん、無視されている。いや、もう送りたいけどね。それ知らないもん、そのアドレスとか。連絡先よ。じゃあ、不合格。うん。ラジオネーム、みんなのピエロ。自分を一番にしてくれるメンツとしか遊ばない。不合格ですね。意外とこいつなんか先輩にこびるんで、なんか喋り方とか。うん、おい黙るんじゃねえよ、思ってムカついたら、うん、ラジオネーム、いぶし銀太郎。今でも電車で移動するのは、うん、一般人にチヤホヤされたいからの合格です。いやいやいや、そんなことはないですよ。ラジオネーム、宇宙を大切に、うん、飛行機の中で、うん、違い方権ですわと言って CA のケツを揉みまくっているこれ合格です。いやいや、やったことだし、なんで関西弁なのよ。そんなことしたら引き返されちゃうよ、空港に。不合格ですよ。うん。ラジオネーム、うちを大切に、うん。周りがいじれないぐらい、うん、ヨシキ D と仲が悪い。これ合格です。いやいやいや、仲悪くないよ、別に。仲悪くないよ。よく、飲み会でお前言ってるよね。うん、なんて？ヨシキは、なんか、俺の、人自体分かってないと思うんだよなってよく言ってる。一言も言ってないよ。確か言ってる。一言も言ってないし。俺、なんか番組以前に俺の、に分かってないんじゃないかなって結構言ってたから、うん、ちょっと外しませんか、うん、いや、なんでだよ。考えますじゃないよ。ため入れた方がいい。なんでためなんだよ。おかしいだろうよ。あ、そう。うん。言ってて仲悪くないです。仲悪くない。うん。じゃあ二人で飲みに行くって言ったらいけるじゃん。ちょっとお断りしたい。お互いに無理。お互いにね。二人は無理。うん。だよ。ブッキングしなきゃな、この。うん、いやいや、大丈夫ですよ。うん。ラジオネーム、隣のかきくけこ。ラジオネーム、隣のかきくけこ。うん。バカでお笑いのシステムを分かっていないカスミンファンの一途さにつけ込んで、三、うん、人ほど抱いたことがある。合格は。いやいやいや。不合格ですよ。あ、そう。うん。連打ことないです。うん、ラジオネーム、輪になる。うん。街中でランクルを見ると、目を伏せる。合格。いやいやいや。いや、不合格です。別に。うん。じゃあ、ラスト、行きましょうね。うん。ラジオネーム、えなみ。収録でセットをぶっ壊し。うん。山瀬まみを泣かしたことがある。いやいやいや。これありますね。いや、私ですね、大竹さんじゃ、それ。不合格ですね、じゃあ。うん。ということで、来週も、うん、
そら知らん予想が悔い改めてないので春日学部をやります、うん、メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン春日学部の係まで。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと。さあ参りましょう、ラジオネームいぶし金太郎。おい、中田秀俊、風俗で射精した後マットに大の字になり出入り禁止になること。死んでもやめんじゃないぞ。しばらく動かなかったんですね。お時間ですよというね、ラジオネームへそ天。おい、陰毛、チンコでも金玉でもないちょっと上の何でもない部分を必死に守ろうとしていること。死んでもやめんじゃねえぞ。何でもなくはないでしょというね、ラジオネームデレクジーカ。おい、池上彰、風俗でアナルをいじられ、ここが気持ちいいのと聞かれると、いい質問ですねと返答し、なぜアナルが気持ちいいのかを分かりやすく解説し出すこと。死んでもやめんじゃねえぞ。聞いてみたいですけどね。というね、ラジオネーム天秤英崎。おい、神様、死ぬ間際の童貞の走馬灯の中にこっそりとセックスシーンを忍び込ませること。死んでもやめんじゃねえぞ。なんか優しいのかな。というね、ラジオネームいぶし銀太郎。おい、童貞、無人島に漂着すると近くを通ったヘリに向かって DMM とサインを送ること。死んでもやめんじゃねえぞ。余裕あるな。日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日礼、日本公認会計士協会、電話王、クレ工業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キャンステーションに全国36なお送り。ということでね、エンディングですけどもね、まあ、明日のトンパチ踊り、とりあえず見てほしいですね。そうですね、24時50分でしたっけ、50分、はい、から1時間、フジテレビジョンネットワークね。俺たちこうやってまあお笑い芸人にまあなって、まあ、この2人で冠番組やるっていうのがその夢でもあり、まあ、そこを目標にしてきてやってきましたから、やっぱり俺たちのラジオを聴いてくれてる人ですね、やっぱり見てほしいなっていう思いはありますね、今気持ちいい、まあ、とにかくね、絶対面白いんでね、見ていただきたい、活目せよ。いいですね。ありがとうございます。いや、二度とないようにはしてほしいな。いや、なんで。なんでよ。活目せよ。なんかもう飽きちゃったな。うましもそうだけど。いいじゃないの。はあ、春日のトークゾーンなくなんねえかな。そこ今。なくならないよ。退屈なんだよな。いやいやいや、もうやらしてもらいますよ。15分20分と先に撮ってくんない。じゃあなんであそこだけ収録なんだよ。おかしいだろ。でその間なんかちょっと俺、喫煙所でタバコ吸ってるから、タバコ始めるってことか。そう。お前の録音流して。ね、お願いだから録音にして。やお願い。ダメだよ。そこに踏み出していかなきゃいけないんじゃないのか。何がオールナイトの歴史で、一部分だけ収録ってやった人がいないからこそ、
お前のトークゾーンだけ録音のがいいんじゃない。いや別に新しくないのよそれ。別にいい新しさじゃないの。退屈なんだよな。そんな退屈って。で大坪さんに、うん、なんか俺がへーとかマジでとかいうのを打ち込んだのをこう押してもらってた。ボンボンボン、いかにも聞いたっぽい感じ。そうそうそう。いややだよ。ダメですよ。目の前で聞くというね。トークゾーンなくなんねえな、うん。なくならないなくならない。なくならない。なくならない。あのナイナイさんと同じ方式にして。どういうことですか。オープニングがあって岡村さん喋って、うん、そしたら次もうコーナー行くじゃん。コーナー行くね。そういう感じ、うん、いやいやいや私も喋らせていただきます。うん、そこはね。あそう、うん、じゃあまた来週からもな、うん、やるとなったらしょうがねえよ。そうよ、2人していいトークゾーンにしようぜ、うん、よろしくお願いしたいよ本当に。いや本当だよな。いや本当にそれしか言えないよ私は。そうだな、私も頑張るんでね。うん、ええ、またお前1週間お前かけて、うん、面白い話仕入れてこいよお前。俺もそうするからよ。来週からまたよろしくな。頼むね本当にね。うん、うん、お願いしますね。じゃあリスナーに一言言って終わる、うん、まあね、この春以降ね、このオードリーの歌の一本ね、ますますパワーアップしてきますんでね。どんなやつ日本か、うん、うん、必聴せよ。あまあまあいいでしょう。刮目せよだけ聞きたくないから。刮目じゃないからね、うん、いややっぱもうちょっと4月が変えようかな、うん、オードリー若林でした。おやすみフィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。ジップアップのパーカー首の下まで締めてフードかぶって寝てんじゃん。いや脱げよ。脱げバカ野郎。いや完全に締めてパーカー脱げや。それじゃあ思い知らせることできないのよ。俺は寒かったんだよ後ろの席で、うんうんうん、お前それについてどう思うんだよお前。いやそら知らんよ。ご協力ありがとうございます。とんでもません。エコーもありがとうございます。で、まあ、準備で、まあ、ダイエットしなきゃいけないんでね。結構大変で、めまいもするんですよ。おい、先回りは、なしよ。邪魔はいいけど、先回りはなしよ。邪魔はいいけど。邪魔はいいけど、先回りなしよ。ミスターゴシップ、ラブレターズ、ダメ！ハッピーボーイ、ワーオ！から丁重に扱わないとダメですよ。そうかそうか、そうだね。で、あの塚本くんも言ってたらしいですよ、うん、何を。今回オードリーさんのラジオゲストのためだけっていうのを伝えたら、うんうん、僕はどうしたらいいですかって言ってたって。でこれの僕はどうしたらいいですかって何を表してると思う。うん、うん、呼んでくださいみたいなこと。あの、うんうん、ちょっと遠からじなんだけど、うん、あの見に来るかどうかをどうしたらいいですか。あ、そういうこと。聞いてきたみたいな。うん。ああ。でもなんかほら、どっちかっていうと塚本くんがなんかまともで、うんうん、タメがなんかタメって感じだけど、うん、まあ、今回も塚本って感じだよね。よく言っててよくわかんない。よくわかんない。まあまあまあそれはね、うん、まあご自由にしてもらえればいいですけど、はいはいはい、ちょっとね。これね、ね、あのこの間ブチ終わったラジオのためが来ますけどもね。来ますけどね。なんか、うん、自分磨きもなんか1日 4回、16歳の時からしてるみたいですよ。今いくつ ?30 ぐらい、うん、?30 ぐらいで ?1 日4回自分磨きしてる。実家でなんか各仕事現場でしてるみたいですよ。もうこれに関しては本当もうオール嘘ですけどね、俺、正直。でも、やってそうだからな、うん、でもな。うん。で、ちょっと告知していいですか？私、ライブやるんですよ。うん。5月3日、日曜日。うん。草月ホール。時間がまだ未定。うん。タイトル、若林正康のラブオアシック。ん？何？若林正康のラブオアシックっていうライブやるんです。横文字ですか？うん。それといいラブオアシック。うん。ほう。まあまあいいじゃない。うん。で、トークライブっちゃ、トークライブなんだけど、トークライブでもないんだけど。トークライブでもない？うん。なんですのそれ。
いや、もうそんな、うん、いや、8.6 秒バズーカみたいなのやめてよ。うん、なんですラブオアシックって何ですのって。何ですの、うん、すのそれ。お兄さん。お兄さん何ですのそれ。レポ金です。うん、だから、うん、レポ金。ああ。見に来た内容をね、公の空間に投げ出して満足した人は来ないでください。レポ金だから。意味ないからな、トークライブ。レポ OK したら。うん。たこやで、ゲームするって決まったわけじゃないから、ね、ダメですってことですね。あ、レポ金ですよ。うん、うん。で、なんだっけ、あと。あ、カズカの話そんなしません。この間構成考えて。構成考えてたらそんな不毛な時間ねえなと思って。まあ、そう。ただ、わしゃ知らん、ん？そら知らんよ。うん。そら知らん予想の人は、来ないでください。うんなるほどね。うん。うんうんうん、リトルトゥースでもいろんなこう、リトルトゥースとも認めてないけどだけど、俺は。いろんな層がありまして、うん、オードリーのファンにも、うんうん。それは知らん予想っていうのがありまして。ここ来ないでください、絶対。あ、そんなのあるんですね。うん。なるほど、なるほど。うん。はい、まあ、それを告知したかった。また、チケットの売り方とか決まったら時間とか、うん、また、ラジオでお知らせします。はい。で、誰か、そのラブオア6のスタッフのツイッターやってくれっつったら、全員に断られて、社員に。なんで？なんか、ちょっと忙しいっす。うん、あ、そう。うん、おう。お前やってくんねえから。なんでだよ。ラブオア6スタッフって。いろんな告知をさ。内容も知らないのに。うん、誰かやって、リスナーから募集しようかな。そうだ、リスナーから俺家庭教師募集したいってこの間思ったんだ。家庭教師。勉強してもらうの？うん。ニュース。ニュース？うん。ニュースが全くわかんないの、見てて。ああ、なるほど、ね。どういういきさつか。だから、うん、教えてくれる家庭教師の人欲しいんだよね。それは何？番組で？いや、じゃあプライベートで。どうやって教えて、どっから集まっていろいろ教えるってこと？いや、違う、俺ん家来てもらって。で、このニュースの意味説明してくださいって言ったら、すごい説明してくれて。ああ、もう何聞いても答えてくれる人だ。うん、ちょっと、全部教えてくれる頭のいい人。うん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 、で、1時間。で、莫大な金渡して帰ってもらう。おちょっとそれ美味しいね。お前、名乗りでんじゃない？勉強してね。うん。で、全部説明してくれる？まあまあまあ、そういうんだったら勉強するよ、いろいろと。あ、そう。うん、だって莫大なお金がもらえるわけでしょ？いや、そう。うん。じゃあちょっと、じゃあ、試験していい？今。まあか。あ、うん。いや。え？やろう、ラジオ。それでは行きましょう、うん。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊。愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りします。家庭教師欲しいなんて話してたらな、うん、本を片手に乱入してきた。うんおじいさん。どうなってんの警備は、日本放送の。いや、生徒さん。何すか急にちゃんと勘弁してくださいよ俺のトークゾーンっすよ何がチャンスだと思ったんですね。ここだと思いましたよ。今回、何ですか今回は。ちょっと、また本を出します。まあ、寄せばいいのにですね。こんな出しちゃいまして、ちょっとこのお知らせをしたいなと思いまして。平成、アラサーの平成ちゃんうん、日本史を学ぶ、はい、っていう本ですか。どういう内容の本ですか、はい、言語をですね、うん、言語を全部擬人化にしてキャラにしようかなと思って。ああ、言語ね。語あ平成とか昭和とか、明治とか。ああ、本当は書いてある。なるほど、なるほど。大正、明治。ね、うん。ほうほうほう。で、これは歴史の本でいいんですか？そうですね。言語で日本史を
見ましょうという本を書かせていただきまして、半分漫画ですから。もう発売している、先週かな、先々週ぐらいに出ました。お値段も求めやすいですね、はい、もう大変に、うん、1296円。すっきりとしたね、うん、すっきりとした、すっきりとしてるんですか。1296円、なかなか払うのが大変な、今時珍しい、こんなすっきりした1296円。そう、あの漫画家さんとコラボして、そう、もぐらさんというね、ああ売れっ子漫画家さんなんですよ、はいはいはい、もう売れっ子にはついていくという。なるほど、これやるんすか、制度さん、あの、うん、握手会みたいなやつ、サイン会みたいなやつ。今のところないんですけども、やらせてくれるとこあればやります。どこでも。ああ、なるほど、はい、なるほど、うん、じゃあこれをね、皆さんちゃんと読んでほしいという、はい、はい、あ、プレゼントしますよ。え、あら、プレゼント何冊で、これ貴重だから、ね、10冊、はい、10冊、あら、ドンとプレゼント、はい、あなたの好きな言語を書いていただければ。ああ、好きな言語を書いて送っていただければ。これはあれですか、あの、それ知らん予想の人も大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。一つ、一つ、そう、一つだけ、それで247ありますから、言語は。多いな。一つ選ぶとしたらこれっての書いていただけ。なんでそれ見て制度さんが分かってるか。あ、こいつ分かってんだ、言語好きだな。一人中の選ぶ。なるほど、何が正解なんだろうな。難しい、難しいな。何が一番多くなると思った。なんだろうね、意外に昭和とかだってすんのね。なんだろうね。昭和ことしか知らない。こないだね、うん、朝6時半にテレビ東京出発っていう朝早い仕事があって、うん、で前日遅かったもんで、まあ、あんま寝てない状況 で、寒かったじゃないですか、ここのとこ。ああ、今週そうでもますな。そうそうそう、うん、でまあロケバス乗って、まあ、ちょっとでも寝れたらいいなと思って、うん、まあ、うんうん、ロケバスで寝たんですよ、うん、でその目的地動物園まで着くの2時間ぐらい、うん、2時間寝れるなみたいな、うん、寝てて、うん、どのぐらいかな、1時間ちょいぐらい過ぎたの頃なのか、うん、寒っと思って、うん、目が覚めたんですよ、うん、めっちゃ寒いじゃんと思って、うん、そしたらね、すごい冷たい風が俺に吹きつけてくるんですよ、うん、で前の席が春日なんですけど、うん、ドア開けてんすよね。あ、窓ね、うん、いや、ドアが窓はどうでもいいだろ、お前何言ってんの。いや、ドア開けてたって走れないもん。いいだろ、そこ別に。それ窓、それは窓やん。そんなの問題で、窓開けてんだよ、うん、で春日はあのカーテン閉めてんすよ。だから春日に直接は冷たい風当たんないんすよ、うん、そのちょうど直接当たんないけど、カーテンの切れ端が俺の目の前だから、エアコンの送風口のとこ、俺の方に向いてるみたいな、直接風かかってるんですよ。冷たい風が北関東の。絶対言ってくるでしょ、あれがもう昨日もうおかしくて、もう試合見れないですよみたいなぐらい言ってくる。でも春日には見てほしかったな、真壁と石井のあの試合を。東京ドームのやつもそうだけど、本当にね、うんうん、彷彿とさせるよ、あの試合を。彷彿させる？うん。何の試合？あの、名古屋での、あの、うん、春日と杉ちゃんの戦いを彷彿とさせる。年末の？あの、俺が、筋肉大王と委員長の戦いと呼んで、毎回カットされる、あのくだり。ラッキーゾーンの？委員長と、アイアンクロの大王の試合じゃねえんだからって、突っ込むと毎回カットされる。そうだね。アイアンクローの掛け合いだっつって言って。うん、あ、そう。ちょっと面白いんだね、プロレスもね、今。見てほしくなっちゃうね、どうしてもね。まあ、気にはちょっと、うん。俺が言うのも変なんだけど。なってますけどね。ただ、もう知らない選手が多すぎてね。そうなんだ。いや、もう全然わかんないよ。いつ頃まで見てたの？いやー、でも中、高校ぐらいじゃない？あ、そう。やっぱ猪木さんが引退して、するちょい前ぐらいが一番見てたんじゃないかな。まあまあまあ、中学から。ああ。猪木さん、カウントダウン。猪木さん好きだもんね、お前。うん。うん。面白いよね。あ、そう。面白いっていうことで、ね。一番その時は好きだった。そうだね、うん。それこそ谷口とさ、うん、東京ドームかな、猪木さんが、うん、ベイダーと戦った試合。うん。
東京ドームでね、あれ生かな、生じゃないのか、うん、生じゃないかもしれないけど、ベイダーと戦った試合を電話でさ、うん、話しながら二人で見ててさ、二人で、おやばいやばいぞ猪木やばいぞつって、それこそコーナーぐらいからさ、なんか担がれてさ、ベイダーにだよ、もう超高角度のブレンバスターかなんかされてさ、うん、やべ死んだっつって、猪木死んだっつって。立ち上がってて、おーみたいな電話でさ、呼気同士でさ、おーっつってすげえ盛り上がって、すごかった、猪木さん。もうその頃猪木さんつったらもう、いやもうね、引退間近みたいなところで、ベイダーつったらもうあんなさ、もう巨体のさ、めちゃくちゃ強い外国人で、うん。やっぱそういうもんなんだな。誰かと話しながら見るの楽しいよな。うん、俺もだから LINE で水ぐっちゃんとあの西かな子さんにずっと。あれ西さんも好きやね。西さんめちゃくちゃ好きなんで。じゃあ俺だって西さんに勧められてプロレス見始めたんだもん。あ、そう。うん。でもう長いファンってこと結構。めちゃめちゃ長い。それこそ猪木とか、とか。だから、仕事で、ちょっとタフなことあるとプロレス見るんだもん。へ、そうそう。あ、そう。そうだよ。で、西さんだって直木賞取った時の、うん、直木賞のあの記者会見、うん、分断のさ、うんうんうん、こう硬い雰囲気のさ、で記者がブワーっている、うん、とこで直木賞取っての受賞コメントの時に、うん、そのなんか今までこう支えてくれてた人と、うん、プロレスに感謝したいですって言ったんだよ。へー、あー、じゃあもう本当に、うん、道部というか。いや、そうなの。それで、うん、なんか俺が、なんか西さんとかと飲んでた時に、うんうん、なんか悩みを、なんかこう、うんうん、自分たちのね、うんうん、世代でね、うんうん、なんとか起こしたいみたいなことを、ちょうど1年前ぐらいに、うんうん、1年ちょい前ぐらい、うんうん、1年前ぐらいか、うん、に話してたの。うんうん、そしたら、それなら、若林君、棚橋やでって言われて、棚橋や、それ。って言われて、で、最初意味が分かんなかったの。そうだね。酔っ払ってるから、すごい、西さんが。で、うんうん、棚橋の、うん、あの、ことを見たらええって言われて、うん。で、それ気になって、西さんがすごい熱弁してたから、うん、で、棚橋選手のエッセイ、うん、すぐ買って読んで、うん、すごい感動して、うん、だから俺エッセイから入ってんのよ。はぁ、珍しいパターンだね。いや、すっごい感動して、その棚橋選手のエッセイ。あ、で、見に行きたいと思って、見に行って、で、それで、ダヴィンチの、西さんとの対談で、うんうん、なんか、若林くんもプロレス好きな、嬉しいわ、って言うから、うんうんうん、あれと思って、ちょっと待ってください。うん、俺、西さんに勧められたから、棚橋さんのエッセイ読んで、プロレス見に行くようになったんですよ。って言ったら、うん、え、うちなんって。いや、うん、ちょ、もう、全然覚えてない。1ミリも覚えてない。酔っ払って。棚橋やで、覚えてない。棚橋好きな、嬉しいわ、若林さんも、みたいな話して。いやいや、西さんっすよ。っうちなんああ。酔っ払って忘れる。はあ、でも酔ってた時も、酔ってる時も、そう出るぐらいもう好きだと思う、プロレスがね。進めるぐらい。酔っ払うと、ちょっとそういうモンド入んだよね、うん、西さんって。なんか、うん、一番遠くの席から、うん、若林くんって、うん、エミネムって最高やんな。急に？あ、最高っすね。うん、せやな。つって。で、全部忘れてんの、それで。楽しい人だね。毎回新鮮な感じで会話ができるってことだね。そう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 。へぇ、はあ、そんな好きなんだね。そう、でもすごかったね、うん、両国が。で、西さんはプロレスずっと見てきてて、それこそ総合格闘技全盛で、うん、新日にお客さんが入ってなかった頃、うん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 、もうずっと見に行ってたけど、その時の話とか西さんに聞くと面白い、ね、うん、ああ。いや、少なかったで、みたいなお客さん。そうだろうね。そういう時代もあるんだね。ああ、プロレス確かにね。うん。うん。なるほどね。ちょっと押されてた時あったからね。うん。うん、まあまあまあ、それをちょっと、うん、一人で見に行くようになっちゃってますけども、ね。うん。あ、そうだ、スペシャルウィーク、うん、我々の、そうなんですよ、ゲスト。はい。今回、すごいですよ、ゲスト。うん。発表しちゃっていいの？発表した方がいいでしょ。うん、ね、まずは一人目、うん。ハッピーボーイ、ワーオさんと、うん、いやいやいや、ハッピーボーイ、ワオさんじゃちょっとわからない人もいるから。わからないですか、一応さ。いや、岡田さんですよ。ハッピーボーイ、岡田さん。うん、増田岡田の。いや、俺、これ嬉しいな。
岡田さん来るってすごくない？すごい。今までで一番ちゃんとしてんじゃない？いや、ベッキーに悪いだろ、お前、その。あったね、岡村さんもいたか。岡村はでも、ほら、ねえ。あの、ね、乱入、リルサーズは乱入の回もあったし。そうか。ああ、うん、そっか。それ、そうだね。確かにそうだね。うん。ああ、そうね。でもだから、もう、なんていうの、もう外部じゃないけどさ、うん、その、本当のゲストっていうゲストとしたら、結構。俺、岡田さんと毎回共演するときに、うん、岡田さんが出てきて、うん、わーおみたいになったら、冒頭で、ロケットスタートって言うと、うん、ロケットスタート。スタートしてすぐ足をぐねる。こらわおありがとうございますっていう、この、毎回全く同じ流れから、ちょっと試してみたい、それは。あ、出るかな。ありがとうございます。もう、なんか、受けたかどうかを感じさせてくれないの、もう。矢継ぎ早に来るから。うんうん、そうだね。うん、いやー。いやー、楽しみですな。俺ね、岡田さんでしょ？うん。あと、小島くんね。うん。あと、庄司さん。うん。あと、最近はね、あのね、トレンディエンジェルの斉藤さん。エスパー伊藤さんもそうだな、うんうん、あと、鈴木拓さん。う, ん、あと、まあ、田中さん、アンガールズ。うんうん、まあ、ちょっと、切りないけども。うんうんうん、もうなんか、すごいね、すごいと思ってんの。だから、俺、だから、このメンバーが好きだから、この、うん、あの、ガチガチの筋肉持った。だからね、お前のこと芸人としてダサいと思ってる。うんうん、そうや、待て、おい。待て。中途半端になんか、うん、ジェイソウルブラザーズみたいな体にしてさ、なんか、ファンにイケメンとか言われてあぐらかいてるお前のこと俺出せと思って。いや、ジェイソウルブラザーズまで通過点だからね。この先まで行きますから。そう。うん。ダイエットしてさ、うん、なんか、大喜利の時一番真っ先に手あげねえし、うん、あげるキャラなのに。うん、俺お前のことね、うん、芸人として出せと思ってる。うんまさかでしたね。まさかの球が飛んできたよ。うん。びっくらこいちゃった。うん。ね、うん。そしてもう一人。これは春日さん発表したら？あ、行きましょうか。うん、さあ、そして私がね、うん、まあ、熱望したと言っても過言ではない、うん、ゲストの方ですね。ミスターゴシップ、ラブレターズ、タメこの間タメが、ね、オールナイトがブチ終わった。タメ。その話も聞いてみたいね。うん。いや、いいよ。まあ、あ、そう？ブツブツ言うから。あ、そう？うん、まあでも、ゴシップをね。5、6年根に持つんだろ、これ。全部のこと5、6年根に持って。こいつはだから幸せになんないよ、一生。その復讐でお笑いやってるんだから、一生自分のこと幸せと感じられない。ターメよ。ターメがさ、埼玉から来てくれるって。また。今、四季ですの。早く来いよ、お前。ターメっつって。今回話聞いてやるから、つって。でもさ、これ、タメスポで呼んでも、全部喋れないじゃん、こいつ。なんか、筆談みたいにしてもらえばいいな、この人が、みたいな。そうだね、まあ、イニシャルとかね。うまくその辺、でもその辺の技も持ってんじゃない？相当ゴシップも話してきてるだろうし。まあ、バンクーバーの朝日でおなじみのね、タメが。そうなんすな。映画俳優です。ニチレイプレゼンツ。オードリーの、オールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ。よろしくお願いいたします。一つよしなに。今、日本放送はハッピーチューニング、ラジオへようこそ、日本放送っていう、キャッチコピーで、へいへい。やってますけれどもね。へいへい。スペシャルウィークが再来週にあるんですけども。おー、そうでございますか。うん、スペシャルウィーク4月20日から26日のね、うん、ポスターって言っていうのはなんつうのこれ、ホームページの写真だ。なるほど、宣伝用のというかスペシャルウィークの。いやちょっとね、うん、リトルトゥースはちょっと見てください皆さん、うん、日本放送のスペシャルウィーク、うん、ホームページのやつ、うん、オードリーこれパーソナリティとかゲストがいろいろこう顔写真がね、うんうんうん、あるんですけど、うんうん、オードリーが入ってないんですよ。
本当だ。代表的ななんか人たちが。これはまずいね。これあ、矢口真理さん入ってる。うん。なんか番組やってんの？ゲスト聞きます。レギュラーで。あ、ゲストで。ああ、矢口さんがゲストで。たけしさんとか、あと鶴瓶師匠とか。鶴瓶師匠やってるよ、ね。金ちゃんとか。うん。所さんは、たけしさんはゲスト。ビバリーの。ああ、高田文夫先生が横に。マーコさんはやってるでしょ。あ、西川清さん。清師匠もゲスト。シェリーが乗ってんじゃん、シェリーが。シェリーだってシェリーゴーラウンドだっけ？うん。やってる、シェリーゴーラウンドやってるから。シェリーゴーラウンドってだって。シェリーゴーラウンドってどこの、いつの何日？ 10 分の番組でしょ？だってシェリーゴー。あ、そうか、脇田ちゃんか。シェリー、あ、シェリーゴーラウンドいつ？土曜の夕方、夕方。あったあったあった、ちょっと待ってよ。15時半から、あ、1時間半やってるよ。ほー。これさ、うん、あの、ヨシキさんさ、こんなことでいいの？これいつまで経っても時代変わらないよ、これ。うん。一回噛みついたのか？でもこれで、ヨシキくんは、君は。これダメだ、顔写真が、ね、うん、オードリーね、三四郎、アルコ&ピース、うん、シギージュニアにしなきゃダメだ、これは。誰なんだよ。シギージュニア誰なんだよ。これ時代変わんないよ、いつまで経ってもこんなことじゃ。いや、ほんとだよ。これはまずい。一組も入ってないっていうのはさ、オールナイトからね。これおかしいよ、だってここに三四郎とオードリーと、うん、RP 吉田山田浅井亮加戸知恵青山茂春さん入ってないとこ。マジだこれは。青山さんはオールナイト日本メンバーじゃないけどね。いや、もしかしたら俺らのスペシャルウィークに来てくれるかもしれないよ。青山さんが、うん、いやいや、なかなか、まあ、来てくれたらまあ面白そうだけど。ザ・ボーイズ、そこまで言うから。まあ、うん、まあね、あなたとハッピー。ちょっとこれは問題だね。ヨッピーも乗ってないな。ヨッピーはいいでしょ。写真もちっちゃくなってきてるしな。本当だな。写真もちっちゃいし乗らなくなってきてるし、頑張んないとな本当に。もう一回なんかブーム起こしてよ。私が、うん、そうだな。やっぱりそのラジオパークでね、体操やるぐらいやってたな昔な。うん、全然いいんだよ、いつでも。むつみさんファンばっかりやったな、うん、移動体操踊る女の子たち。蓋開けたら、うん、日比谷公園でな。うん、今年は誰が体操やんの？あ、体操はないの、うん、あの年だけだ体操あったの、うん、そうですよ。なるほどね。ああ、そうだ。明日、うん、フジテレビで、トンパチ踊り。出ました、トンパチ踊り。やるんですよ。念願の、冠番組ですよ、オードリーの。うん、オードリー。あ、ちょっと待ってね。うん、笑ってないか？つけ焼きは。うん。すげえ大坪さんが笑ってたんだよな、今、冠番組をやるんですよって言ったら。え？笑ってないよ、大坪さん。笑ってないならいいんだけど。笑ってないか。冠、パーソナリティが冠番組のやるの面白く感じちゃったら終わりだよ。そうだな。うん。お前らがっていう視点があるってことだよね。その笑いは。そういうことだよな。お前らがやるの？お前らが何っていう。力入れて冠番組やってんだよってことになるからな。うん、5分だろっていうね、うん。5分番組だろっていう笑いだよ。トンパチオードリーのパチがあのフジテレビの8番だから8とかかってますからね。まあそれもかかってるんですね。いや、俺がそうやって言ったら水口ちゃんが「おお、そういえばそうだね」って言ってたけど、気づいてなかった。トンパチとやってやっぱ8ちゃんとかけたんでしょっつったら、うん、おお、そうだっつってあれ何時だっけ大輔、明日日曜日の24時50分から1時間1時間24時50分から必見ですよ。24時50分見てくださいね。うん、これはどのぐらいのエリアで放送されるんですか？関東？
10曲15曲、うん、おー、なるほどね、うんうん、その放送されてる地域の人ぜひともね、あの見てもらいたいよ。先週行ったでしょ、ホストしかお客さんいないで、うん、漫才やったっつって、ターゲット漫才ね。あんで専門用語いろいろ調べたらいろいろあんのな、ホストの。そうそう、いやお前ほらホストやってたから。そう、元ホストだからね、私。元ホストではないけどね、別に。何日間やったんだっけ。1週間。ああ、店には出たの、うん、ちゃんと。店にはもう出ましたよ。もちろん接客もしたしね、コールもやったし。なんかあんだよね、うん、売りかけ回収とかさ。ああ、なんか言ってたね。あと細客太客。知ってる？細客太客。細いお客さんはお金あんま使わない人、あんまり太客が使う人、うんうんうん、でそのもっとあれだと極太客、極細客、うん、で色カノっていうなんか恋愛関係に発展しつつ店に来さすみたいなね。うーん、でその専門用語がどこまで受けるか、うん、あの専門外だからね、まあ、そうだね、不安なまま上がったりしてて、うん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 、あの小学生女子の方のね、うん、ターゲット漫才はターゲット漫才で、うん、アニメのね、なんだっけ、そうね、なんだったっけ、アイカツ、アイカツ、アイカツ、うん、アイカツ、アイカツの、うん、あのこう主人公の名前とかな、なんだっけな、うん、あと、うん、流行ってるっていう言葉かな、オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケーね。うん、オッケーオッケーオッケー。なんか、さえぐさきっていうアイカツだよね。アイカツ、アイカツ。女の子が、オッケーオッケーオッケーっていうの。で、それが流行ってるって言うから、うん、で、その、俺も春日もわかんないね。本当に流行ってるかどうかが。うんうん、また聞きぐらいで聞いてきたからさ。うんうんうん、娘がよくオッケーオッケーオッケーって言ってるっていう友達がいて、うん、多分大丈夫みたいな感じで入れていく。うん、あと、アースマジックね。アースマジック。のメーカー。うん、人気のメーカー、うん、だからそのアーノルド・パーマーかみたいなのねえのかっつって、それならアースマジックなんじゃないかみたいな。もうわかんない、もう本当によくわかんないで漫才に入れてるから、こっちもなんか不思議な緊張するよね、うん、あれね。そうだね、なんかもう本当ギャンブルだもんね、うん、流行ってるかどうかが、とりあえず投げてみて受け取ってくれるかみたいなね。そう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 、うん、確信がないからさ。でものすごい議論分かれたのが、うん、交換日記やるかどうか、うんうん、お前やらない派っつってたよな。うん、やる派っつってた。やる派っつってた、うん、水口ちゃんがさ、うん、いや俺らの時代でもやってたやつあんまいなくないみたいな、うん、今の子たちアプリとかなんだっていう話だからやんないんじゃない、うん、交換日記っつって、うん、いやでも交換日記しかないんだよなっていうところ部分があって、そうだ、まず交換日記っていうのがあるのかどうかっていうところからだもん、ね、今の時代にね、時代的に。で、それでなんか、うん、まあでも交換日記じゃないと困るっつって、うん、LINE のグループとか、じゃあちょっとニア違うわ、みたいな話になって、無理やり、うん、あの、入れてやったりね、それがどうなったか、ちょっと見てほしいですよね。そうだね。あと、うん、ほら、春日チャレンジ。うん、ああ、やりました、今回も。これ言っていいかな、いろいろと。いい、うん、明日オンエアされるの先行っちゃって。いや、それダメでしょ。何や、でも。いくつぐらいやったかな、いくつやったかな、10まで行く ?10 ぐらい ?10 近くか。か全部はオンエアさ、どれがされるか分かんない。さっき水口ちゃんと、うん、あの、電話しててさ、うんうんうん、どのぐらい編集終わったっつとかさ、逐一聞いててさ、うんうんうん、大変よなんですよ。いや、先ほどようやく終わったっつ、うん、ああ、そう。ああ、前日で。そうそう。それで聞いて、うん、これ先行っちゃおうかな。うん、10個ぐらいやったじゃない、さすが。結構過酷だった、今回。今回もそうだね、前回よりも全体的なレベルはちょっと上がってたんじゃないかな、うんうん、まあ、10個いろいろ春日さん体張って、うん、あの明日オンエアされるの、うん、2個みたいな。少ねー、尺が尺だから、水口ちゃんフジテレビの方にアホなふりして聞いたんだって、うん、何よ、二時間特番なんないですかね。したら、こっから、うん、いや、ならないですよ。そりゃそうだよ。放送する枠も決まってんだから。いきなり倍にならないでしょ、放送で。したら、ね、D ちゃんが後ろから、うん、なんとかならないですかね。いや、ならないよ。このタイミングじゃ無理でしょ。もう明日だっていうのに。まあな。二個、うん、二個。そうか、うん、でもなんか、ウェブで配信するみたいですよ。残りの8個は。いやいや、ウェブの方が多いじゃないかよ。割合。うん、あ、そう、うん。まあ逆に言うと、どの2個が、
オンエア乗るのが楽しみだけどね、うん、自分的にはまあいくつか手応えのあったやつあるからさ、あれとあれかなみたいな2個以上ね、あ、うん、何かなっていう楽しみありますよ、うん、言った方がいい今どれか、いやいや楽しみがあるって言ってんだからさあ、まあな、もうそんなすぐ奪うんじゃないよ楽しみを、明日まで取っときたいの、確かに確かに夜中までね、確かにな、うんうんうん、まあしょうがないね、まあぜひ見ていただきたい明日、これは絶対見てほしいね、そうだね、うん、トンパチ踊り、トンパチ踊りは、うん、見なきゃダメだよ、見た方がいいよ、この間ね、うん、日曜日にね、うん、両国国技館に新日のプロレス一人で見に行ったんだけど、ああそう、もうついに一人で若林さん、うん、もうプロレスファンだね、プロレスファン、うん、もう完全になんか一人前の、もう超楽しみ、家出る前から、まあそう、両国、もう家からもう、うん、あの中村のあのキングオブストロングスタイルって書いてある T シャツ着て家で出てるからね、うん、ああもうプロレスファンとしてドア開けて、プロレスファンとしてって言うとね、また僕、うん、去年の6月に初めてプロレス見に行ってから、うん、なのでね、うん、あのプロレスファンの方はなんか日が浅いよなんつって怒られちゃうかもしれませんけれどいやそんなことないじゃん、プロレスファンでしょ、もうプロレスファンの人って怖いよね、うん、まあ中にはね、あれってさ、うん、俺見ててさ、うん、いろんな見方があるじゃん、それこそその人の人生とか人、うん、なんか感覚というか、うんうんうん、それでこうやって見るみたいなことをこう指定してくる人もいるじゃん、ああまあまあそうだね、そういうもんなの、いやでもそれはまあその人によるでしょう。ああそうなんだ。そこはやっぱりさ、どう見てもいいよね。まあいいじゃん。見てきた年数がやっぱ流れみたいなところでね見る人もいる。なんかさ、最近好きになったって言ったら昔から好きな人が急に怒ったりしないだって。うん、まあまあその中にはね。うん、ミーハーだ。超怖いんだもんなんて。今の時期プロサイナーミーハーだみたいなね。ああやっぱそうなんだ。まあ人もまあいるでしょうよ。ああ。それは。でも何でもそうだけど、外のパイをさ、やっぱり取っていかなきゃいけない時代じゃない、やっぱ細分化されてるから、いろんなもの。まあそうだね。そんな嫌だろ、オードリーのファンでずっと私は M1 の前から好きだった。うん。半年前に部族滞在記を見て春日さんのこと大好きになりました。うん、お前日が浅い。何のオードリーの何がわかんだって言ってたら、嫌だろ。嫌、うん、だね。うん。それはね、うん、うん、それはもう同じファンということで、いやそれでさ、うん、見てたんですよプロレスを、うん、で一人でも大声上げちゃうんだけど、あそう、うん、気づいたらね、なるほど、ね、珍しいだろ俺が、うん、それはちょっと見てみたいよね、うん、花道のところまで一目見たいから選手を、うん、もう体を下に落っこちるんじゃないかってぐらい乗り出して、どの辺の席で見てたのよ、まあ、それにもよるじゃない、いい言って、うん、2階席の一番前でいいね、上からこうね、絶対そこが良かったの、前 DDT 両国国技館に見に行った時に、うんうん、ああそこが一番よく見えそうだなと思って、ああもう目つけてたんだ、座りたいと思って、はあなるほどね、うん、じゃあもう席から離れて、うん、花道来る選手とかは見に行ったりしてたってこと、いや、ちょうど花道の上だったから、もうこうやって乗り出して、なるほどね、上からこう乗り出して見てる、そうそうそう、いやすごかったな、うん、ファレが、ファレ知らない？すごいでかい。やっぱヒールだから、こう、花道で体触れんじゃん、力士の人もそうだけど、やっぱ触られてもこうやって、こう、跳ねのけてたな。なるほどね。ヒールだからね。ヒールだから、怖かったな。うん、そのやり方が。わかるわ。おーとか言ったりして。リアクションは、もう、するんだ。あのね、いや、しちゃわない？必殺技を覚えてきたから、うんうん、全員の。うんうん、これを決められちゃったらもう負けだよって思う瞬間があるじゃん。うんうん、ピンチの時に応援した選手が受ける場合。で、相手の必殺技を派手に決められてて、うん、あー、ダメだーって思ったら、うん、カウント2で返したりすると、うん、うおーって言ってるよね、一人で。あ、そう。ドドドドってやった？足踏みした？それはなかったけど。あー、ないな。うん。うん、それで、俺の後ろの席の人が多分4人ぐらいで来てんだけど、うんうん、多分ね、3人はプロレスめっちゃ知ってる人なの、昔から。で、1人は超初心者なんだよね、多分。うん、いくつぐらいかわかんないんだけど、多分俺らと同じかちょい下ぐらいだ、うんうんうん。でさ、う
例えば、うん、あのコーナーポストのさ、うん、あのところにさ、こうなんていうんだ、こう、こう座ったままうなだれてるっていうかダメージがあって、うんうんうん、危ない時ね。なんて言えばいい？うん、だからちょっとグロッキーになってってことですよ。グロッキーになって、乗せられてタッグマッチだから、うん、乗せられたままグロッキーになって、はい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 、で、うん、そしたら乗せた人は、うん、肘とか入れてた人は、うんうん、他の選手と一回ちょっと離れたところで 2-1 みたいでごちゃごちゃっとして、うんうん、その間もずーっとグロッキーで、はい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 、でそこにまた戻ってきて、うん、足で頭挟んでそのまま投げるとか、うん、ああ、コーナーポストの上から。そう、っていう状況があった。危ないね。そういう時に、うん、後ろのやつが、うん、おいおい、うん、なんであれ待ってんじゃん、明らかに、とか。言ってんのよ。その、初めて来た人だろう、ね。多分そうなの。いや、そう、絶対そうでしょ。うん。絶対そうよ。して、最初も、何試合もあるから、最初の方は、うん、横のやつらも、うん、いやいや、そういうことじゃねえんだよ、とか。うんうん、いや、そういうこと言うなよ、みたいな感じで言うけど、うん、もうなんかそいつがもう超うざすぎて、うんうんうん、うるせえなとか、3試合目とかにもう言われちゃって。で、だってそうじゃん、だってそうじゃん、とか。うんうんうん、逃げれる逃げれるとか言ってんの、ずっと。うんうんうん、で、だんだん無視されてきて、3人に。まあ、それどころじゃないですけど、試合の方を見たいもんね。そう。うん、でも、うん、俺は、ちょっとわかんのよ。昔そうだったから。うん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 、でもなんかこう、こう、ニュアンスで言ってんだけど、でもさ、うんうん、俺はね、うん、春日さんにちょっとジャッジしてほしいんだけど、はい、もう一回、レーザーラモンさんに来てもらって聞きたいぐらいだけど。まあ、プロレスとだったらね。うん、俺これすごいプロレスファンの人に怒られるかもしれないけど、うんうん、グロッキーなまま座ってるじゃん。うん、あのね、待ってると思うんだよね。うんうんうん、こんなこと言ったら本当怒られてる。でも俺は、うん、だから好きになったのよ。うん、もしそうだとしても、うんうん、で、これはもう本当に怒られるかもしれないけど、うん、ビギナーとして勇気持って言ってるよ、うん、だから好きなのよ。だから好きとは？だって、うん、その状態でグロッキーで動けなくなってるとして、うんうん、そこに飛んできてあの必殺技がかけられちゃうかもしれない、うん、でも外すかもしれない、うん、かけられちゃうって思った時に、うん、外してまた決め返したりするから、うん、そこにいてほ、いる意味があるわけじゃない。はいはい、そこで一つまたドラマが生まれるからね。そう、だから楽しいの。スタート地点になってる。何が起こるんだ、そこにいる状態からって思うから、はいはいはい、だから無視しないで、うん、ちゃんと教えてあげてほしいの、優しく。いやー、でもそのレベルだと、うん、教えたところでわからないでしょ。で、またついてくるよ、上げ足取ってくるよ。うんうんうん。だからもう、いや、待って、待ってるじゃあ待ってるよって言っちゃってあげてほしいんだけど、逆にね、待ってないだと、いや待ってるだろうのって言うじゃん、そいつは。そうだ、そうか。でもさ、うん、今見こういう技がかけられた時、うん、俺は楽しいんだって言ってあげればさ、うんうんうん、いつかその花が咲くかもしれないじゃん、その人に。でももう、うん、無視しないであげてって思って、そっちばっかり後半気になってきちゃって、俺もそうだったか分かんのよと思って。なるほどね、うん、そこはやっぱりはっきりさせってかないと次に進めないと。でも今の俺の言い方とかも超怖いじゃん、うん、プロレスファンの人。若林分かってねえな、みたいな。まあ、どうなんだろうね。いや、怖い。いや、そういう人ばっかりじゃないけど、うんうんうん、イメージ分かるでしょ？分かる分かる分かる。そういう人もいるってことよ。まあまあ、そうだろうね。ちゃんと教えてくれる人もいるし、うん、そういう硬い人もいて。うんうん、それ、うん、ラップファンもそうだと思うんだよね。あ、そう。そう。うん。ラップファンもやっぱり厳しい。宇治原が嫌いでさ、俺最近。なんでよ。何があったのよ。いや、俺は、うん、ね、うん、宇治原ね、うん、iTune でいろんなもう、うん、まあ、ほんとレスラーみたいに、いろんなタイプのラッパーがいるから、うん、いろんなラッパーの人好きになって、うん、iTune でダウンロードしまくってると、うんうん。で、それぞれすごい好きなんだけど、うん、100曲ぐらい自分の、うん、iTune のあれ、ライブラリに入れてると、うんうんうん、やっぱいかんせん、うん、今日クラブの女を持ち帰るぞって曲と、うん、すげえ高い金のネックレスをするぞって、この曲が多すぎないか、宇治原と。おうおう、ちょっと違うんすよ、みたいな、こと言う、うん。いや、もう、うん、もうちょっと他の曲も聴いてみたい場合、誰がいいの、みたいな、うんうんうん。曲多すぎないか、お前が、うん、お前がそうやってやってんのか、とか。
いや俺じゃないですよみたいな。まあそうだろうね。うん、でもみたいなこと言われるんだけど、うん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 、なんかそういうなんかこのにわかのさ、うん、人をもっとこう丁寧に扱ってほしいなと思って。なるほどね。ちゃんとその説明をしてもらいたいと。うん、そうそう。それにはそうなった理由がきっとあるはずだと。いつか花咲くかもしんないじゃん。だってそれはもうそういうもんだからって片付けないで、うん、ちゃんと説明。だってほら、うん、HG さんがね、来た時も、うん、若林はどのぐらいの感じで見てんのっていうの、完全ガチと見る人もいれば、うん、プロレスで、それちょっとでも言うと怖いじゃん、プロレスファンの人って。まあ。まあ、福田大河そうだろう、だって。違う？まあ中にはね。怖いの喋るのが、だから、なんか怖いなと思って。いや、大丈夫じゃん、別に。それはなんかもうね、本当に熱い人は怒るかもしれないけど。いろんな人いるよね、プロレスファンの人見に行っても。うん、壁一枚破れねえな、こいつはもう何年もとか言うし。おい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 と思って。やっぱそれはもう長く見てるから。俺さ、やっぱりさ、お前といつか言い合いになったけどさ、うん、俺やっぱり、うん、なんか勇気をもらってるから、うんうんうん、もう、どの選手でも、うん、なんか、ありがたい気持ちになる。あ、はいはいはい。たださ、ほら、浅田真央ちゃんの話とかもしたけど、うんうん、もうサッカー選手であれ、野球選手であれ、うんうんうん、やってんだよっていう人、やっぱ普通に嫌いだわ、俺。そういう風に言う人。まあねー。うん、でも、そうやって見る楽しみも、あるってことだもんね、まあ。お金払ってるから。そうね。やっぱりその、入り込んでる距離が近いんだろうね。あ、まあ、応援してるだけに、そういう発言になっちゃったりする。距離が近いっていうのはよく言い過ぎてない、うん、だからまあそれもまあ人によるだろうけど、そうやって言うことでさ。なんか投影しちゃってダメ出しすることでスカッとする。あ、まあでも悪くないのか、これも。ものの楽しみ方の一つか。まあだから、ただただ言うっていう人もいるだろうしね。外野から。それはでも、それはどのスポーツでもそうだよ。お笑いだそうだよ。でもそうだよね。うん。だけど、本当にさ、頑張ってほしいっていう気持ちで言う人もいるだろう。お前でもさ、オードリーのそういうファン愛せる。何やってんだよ、春日よ。みたいな。前出ろよ、前。うん、ああ、ムカついちゃう。じゃあ、てめえやってみろよって思う。駒田？駒田になっちゃう。駒田、おちょ、おかよ、お前、てめえやってみろよつって。で、もう上げられちゃう。動画で撮られて YouTube 上げられちゃう。カスがスタンドの客と喧嘩するっつって。カスが駒田か。カスが駒田。あ、そう。思っちゃうけどね。まあでもそういう人、うん、でもカスがもう、うん、昔、西武ライオンズの試合、部室でラジオ流しててさ、クソがよとかすごい言ってたよね。うん、言ってた。ダメな野郎だな、バーカーとか。うん、すごい言ってたよね。言ってたね。俺なんか、うん、高校生だったけど、なんかお前のことをね、なんかね、ダセーと思ってなんかその自分の無力感を投影して罵倒することで自分はできた気になってんだな、こいつと思って。うん、なんか、高級投げちゃおうと思って、遠くから高級投げてた、お前。全然記憶にございません。記憶にないけどね、うん、でもまあわかる、今までもそういう気持ちでね、私もさ野球見ててなんかこのクソッと思うことあるけどさ、うん、でもなんか始球式とかやったりしたからさ、うん、ここで投げるってすげえなとか、うん、やっと思って、いやいや改めてね、もう何万人の前でさ、うん、投げる緊張感、うんうんうん、それでまあ失敗してもね、うん、温かく見守るファンになりたいと思ったねまだでもクーッと思っちゃうからさ、まだ、いや俺でも、うん、やっぱりなんかこう、うん、なんかさ、こう感情移入するときにさ、うん、やっぱりなんかこうプロレスもさ、あれ複雑になってきてるの、あれ、うん、あのなんかほら、うん、真壁さんとかさ、うん、ヒールでさすげえブーイング食らってた時代もあるけどさ、うんうん、いい人っていうのがあのもう知ってるから、うんうんうん、なんか本当のブーイングは食らわないもんね。ああ、なるほどね。あのそういうのやってるからかな、スイーツとか。ああ、スイーツ真壁だけど、うん、なんか本当なんか技術の優れてて、うんうん、ポン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 動ける人が、うん、ポン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 動いすぎて、うん、味がないのか何のブーイングかわかんないけど、うん、ブーイング食らってたりするんだよ。え、それはいいものが、そのベビーフェイス、ベビーフェイスの方が、ベビーフェイスだと思う。へえ、不思議だよね。
まあ、試合内容 なんだろうね、多分ね。ああ、つまんないってこと？うん、もっとなんか、バチバチにやり合えや、みたいな。見せてくれって感じか。うん、そんな、くる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 回っても知らねえよっていう。すごい勝ったよ。試合なんじゃない？石井と真壁が。石井がベルトを試合前に真壁の顔に押し付けちゃって。うん、もうゴング前に切れちゃって、真壁。うん、ああああああって言ってたもん、俺。やっちゃったっつって。やああああって。一人で紅茶のペットボトル持ちながら。ああああああ大変なことになってる。楽しんでるね。いいじゃないですか。いいお客さん。うん。しばらーく全試合終わっても席に残ってずっと写メ撮ってたもんね。うん、撤収の仕方見てたもん。ヤングライオンの。結構マットってあんな一枚なんだ、みたいな。ああやって運ぶんだ、鉄骨を。ああ、なんだ、コーナーバスを運ぶんだ。解体すんの、うん、いいじゃないですか。すごかったよ、試合も。うん、今日、まあまあ、今日ワールドプロレスが見てよ。今日？あ、今日っていうか、あれか。あ、帰ってから？帰ってから。あ、なんかやってるね。あれ、レギュラーでやってんの？毎週やってんの？ほんと、ぶっ飛ばしちゃうかな。こないだ、家帰ってテレビつけてやってたからさ、あれ？いや、やってんのかな？やってるよ。あ、そう。毎週見てないの？ちょっとそれ勉強不足で。マジ、やばくない？何が？お前、にわかじゃない？お前。いや、まあ、まあ、嫌いだけど別にファンっていうファンじゃないの、今はね。なんで見ないの？なんでって、まあ、そんな。っていう人いるよ。好き。まあ、なんでって言われても、まあ、見たら、やってたら見るけどね。で、またさ、うんうん、見たくなっちゃうかもしれないんだ、これからまた。あるね、この間見て、お前は面白かったね。水口ちゃんだって久しぶり、一緒に後楽園ホール、うん、去年の夏だったっけな、うんうん、行った時なんか、うん、ブーツブーツ言ってたよ、昔のレスラーのこと自慢すんだよ、俺に。うん。なんてよ。昔は良かったっつって。昔はこういうことがあってすごかったと か今のヒールなんてもんじゃなかったとか、したらもう今やもう、うん、俺が AJ とイブシだよ、今日メインって。LINE 送りながら見てたら。うんうん、やばいな、そのカードとか。うわぁ、行きたかった、トンパチの編集さえなければって感じした。ああ、もうプロレスファンだね。うん。うん。いいじゃないですか。あ、そう。うん、いろんな見方があってもいいと思うんで、カズワさんは、プロレスは。まあ、そうだね。ATG さんね、あと来てくれた時話したもんね、若林どのぐらいで見てんのって、ガチと。ね、プロレスの感じつって。そういう意味、それぞれなんだ。完全に、そういうものとガチとして見る人もいるし。まあ、そうじゃない？うん。うん。ね、さっき聞いたらいろいろあるらしいな、その辺の話も。好きになればなるほど。あの、過去の試合とかの。そうだね、過去の試合をいろいろ推理したりとかね、うん、あれは一体どうだったんだなみたいな、うん、T シャツも並んで買ったからな。ああ、ちょっと気にはなってましたけど、それ中村選手ですか？そうそう、うん、それ何なのそれ、何が王様みたいになってるけど、何それ。これあの今年の正月の東京ドームの時の入場の時のこれ、うん、あの時のそれ何だ、王様なのキャラクター。そうそうそう、はあ、うん、なるほどね。あとあれだよ、それこれやっぱ買ってやっぱ写メ撮って、うん、あの自分のパソコンに、うん、あの入れてる。ん？これ買って？これ買ってあのすぐ両国国技館のトイレで着替えて、うん、あその場で、その場で買って着替えて、うん、でそのリングを背にして、うん、自分で自撮りして、うん、この T シャツと一人で見せる。いいですね。うん、よかったね、趣味が。ゴンちゃん連れて行こうと思ったんだけど、うん、もしゴンちゃんが、うん、あれコーナーポストのとこ登ってんのあれ逃げれますよねとか聞いてきたらぶっ飛ばしたくなるから、ね、いやいや説明してあげなさい。後ろの4人組の話何だったんだ今。ゴンちゃんなら言うでしょ、笑いながらなんかみたいな。若さん落ちて